寝れない。羊が1匹、羊が2匹、羊が3。何これ、お前見にくいわ。喋るんだ。夢か。聞こうな。はい、皆さんこんばんは。キコーナチャンネル水曜鶴見&東大阪店自由すぎる配信ということで、今週はキコーナ鶴見店の方からお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。誰、はい、初出演なります。新キャラ、はい、新キャラなのにいきなり一人で出させられてるの、はい、緊張しております、はい、緊張してますか。はい、緊張しております。自己紹介お願いします。マーシーです。マーシー、マーシーさん初出演、ありがとうございます。ございます。マーシーさんは鶴見店、東大阪店、どちらのお店のスタッフさん。東大阪で。あ、東大阪店のスタッフさん、はい、新人さんっていう形でよろしいんですかね。そうですね、あの前出た太郎とか、はい、ズッキーとかの1年上、はい、なるほど。え、ズッキーさんとかの上、1年上ですね。あ、ちょっと上なんですかね、はい、あー、なるほどなるほど。ということで今回初めてニコ生にね、はい、ご出演ということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。本日ね、わざわざ、鶴見店の方までね来ていただいて、なんて書いてあるんですか、股間に。あー、早打ちですね。この辺はまあ読まないとき、触れないときますかね、この辺はね、はい、プライバシーの問題が絡んでそうな、はい、感じですんでね、はい、触れないでおきますけども、なんかムカつくやつが後ろちょっと映ってるんですけど、まあ、無視してやっておきますかね。はい、ということでね、今週、キコーナー鶴見店の方に、お伺いしてね、水曜日自由すぎる配信をお送りさせていただくんですけども、鶴見店、東大阪店、それぞれお店の方から何か告知、お知らせとか何かございますか。東大阪は、はい、特にないですが、特にない、はい、また本当ね、商売系がないんだからこの人たち、本当にね、特にない、来てください。なるほど、もうとにかくね、はい、毎日来てくればいいんじゃないの、はい、っていう感じですかね。はい、直近の信頼でいうと番長とかその辺の、ね、まあ、有名どころもろもろ入ってますよっていう感じですかね、はいはい、番長は台数は何台ですか。番長が、24台、はい、東大阪店が24のゴスロに3台。なるほどなるほど、っていう形になってますんでね、はい、東大阪たっぷり入ってますんで、ぜひね寝台遊びに来ていただければなという感じですかね、はい、で鶴見店はどうしますかね。猫が告知する月があればするのかなっていう気がするんですけど。ああ、まあそうですね。まあまあないですけどね、あんまり特にない。はい、ああそうですか、はい。俺なんか首おかしくない、なんか首外れてるよ。いやでもやっぱね、はい、久々じゃないですか。2週ぶりじゃないですか。はい、幹部研修受けてたからね、はいはい、まあそれでね、なんかいきなりちょっと全身映すのはちょっとね恥ずかしいなっていうのがあってね、はい、あ、幹部研修受けてた件はスルーするわけですね。ああ、まああれはまあ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 、あの人間のあれですからね。人間たちの戯れですからね。はい、ああそうなんですか、はい、我々にはあんまり関係ないっちゃ関係ない。ああそうですか、はい。あのすみません、あのマーシーさんちょっとね、あのめんどくさいと思うんですけど、若干あの付き合ってあげていただいてもよろしいですか、はい、申し訳ないですね、はい、でどうなんですか、もう全身出ちゃっていいんですか。いやもうそのまま帰ればいいんじゃないですか。いや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 、ずっとそこでいいよってほら言われてますよ本当に。ずっとここでいいんですか。それ前足やろって言われて。横須賀行くでしょそんなんしてたら。え、横須賀、横須賀行っちゃうでしょそんなんしてたら。横須賀行っちゃう、はい。あ、移動、移動、なんて移動しちゃうでしょ、リス見てる人たち。すげえびっくりした。すげえ、はい。ああ、そういう小ボケをね。そうなんですよ。いや、やっぱね、カラーゲイさんじゃないですかそれ。はい、カラーゲイさん。あ、カラーゲイ休みですよ。カラーゲイさんの頭生首じゃないですか。いやいや、あのカラーゲイが休みの時だけできる分身の術。幽体離脱みたいな、はい、大技でございます。なるほどね、はい、素で笑ったわって言われてます。本日は大技イリュージョンから、はい、1ヶ月前から考えてたのかってね言われてますけどね。これもうどっちがどっちか分かんないでしょ。どっちがどっちか分かんないでしょ。あのね、マーシーさん、その猫の後頭部はね、こうバチーンってこう一発こうやってもらってもいいですか。この帽子かぶってる方が本物なんですね。うざい、バリうざい、バリうざい。いやー、ありがとうございます。はい、分かってたよ、カラーゲーの抜けがあるって言われてますけどね。もうバレてますけどね。鶴見なんか、はい、あれないんですか告知。鶴見の告知ですか。はい、鶴見の告知は特にないですね。え、はい、
もう年がら年中ウェルカム状態ですので、はい、まあ、あの、暇があれば来てくださいっていう感じですね。暇があれば来てください。はい、もう、あの、平日、休日、もう、ところ構わずね、来ていただけたらいいと思います。なるほど。はい、そういう感じになってますね。いう感じですかね。ポーリーっていう、はい、捨てやがった、わらわらわらって言われてますけどね。そんな感じになってますね。もう本当にね、商売系ないんですよね。ニコ生もっとうまく活用すればいいのにね、この人たちね、本当にね。全然そういう系がないんでね、もったいないなとか思うんですけども、まあ、いいわね、ないんでね。まあ、自由すぎる橋だからいいかって感じですけどもね。はい、はい、ということでね、今週はね、何打つんですか？はい、今週は何打つっていうか、まず企画紹介からでしょ。ああ、すいません、普通に打っちゃうみたいな、そんな感じだと思ってました。大変失礼しました。はい、はい、出しちゃいました。じゃあこちらアップしちゃってください、はい、僕ちゃんと作ってきましたから。秋の味覚祭よっ、素晴らしい、素晴らしい。日頃ね、はい、日頃ね、結局あの皆さんね、こんな真夜中から大声出して、はい、ね、はい、あのだよくわからない台を打って、よくわからない、よく勉強してもない台を打ってね、まあまあ、わあ面白い、わあ面白い、大変でしょ。間違いない。はい、そろそろね、はい、そろそろグルメしちゃっていいんじゃないんですか。お、グルメね。はい。お、確かに。我々も食レポができるんだよと、そういうことなんですね。なるほど、なるほど。ということで今回は、はい、大当たり引くたびに、はい、美味しい美味しい秋の味覚を食べられる配信ということで、はい、字が汚いとか言われてますけどね。はい、その辺をね、はい、大当たりを見せて大の楽しみを皆様に、ご覧いただきつつ、はい、美味しい秋の味覚を食べてその魅力をね皆様にお伝えするという、あー、素晴らしい、ね、番組になってますんで、ありがとうございます。はい、ね、後ほどね、あの後ろの方にね、あー、なんかちっちゃく映ってますけどね、秋の味覚がたくさんね、あー、はい、あれね、はいはいはい、映ってま、見えますかねこれね、はい、内容はどうします、後でご説明いたしますか。そうですね、1回大当たり引いてから、ご覧いただくか、しっかりねご覧いただく感じだと思うんですけども、はい、はい、秋の味覚、美味しいね味覚ご用意させていただきましたんで、はい、ぜひね、ご期待いただき、男気ループ大当たり秋、大当たり秋、あ、本日の流れを説明しますね。あ、なるほど、はい、大当たり引けば、はい、まあ、あの秋の味覚が襲いかかってくると、襲いかかってくる、でそれでテンション上がってまた大当たり引いちゃって、その間にまた秋が、はい、迫ってくるっていうね。なるほど。いや、皆さん大当たりとね、秋をね、はい、一緒に感じることになるんですね。なるほど。ああ、恐ろしい。素晴らしい。はい。ふわろたとかね、言われてますけどね。なるほどね。感情戦かと思ったって言われてますけど、はい、はい。まだね、今日、初めて会うお二人ですか、これ。はい、そうですよ。手探り感満載でお送りしてますけどもね、はい。ありがとうございます。はい、という感じになってますんでね、ぜひね、大当たり、この男気ループ。はい。はい、本日はたくさんね、皆様に、わかりやすい図って言われてますけど、はい、お見せできればなと思いますので、はい。その男気ループを生み出す、ね、車輪の、両輪の片側となる機種は、今日は何打つんですか。え、機種、はい。あー、機種ですね。はい、あと今そうですね、ちょうどまあデジハネバラエティーコーナーにいるんですよね、私たちは、はい、デジハネ、はい、ユーパチスペックですかね、はい、鶴見店が誇るデジハネバラエティーコーナーでございます、はい、ありがとうございます。はい、そのね、はい、あのデジハネバラエティーコーナーの中でとりあえずね、はい、これ新しい台ですね、北斗の拳5ジボジボジボ、ね、こちらドーン、ジボ、これか、ジボ、ね、はい、はい、ジボ取れました、ジボ取れましたよ、あー、かわいい、かわいいジボ、かわいいジボ、ますよ、かわいいジボ、はい、で、その右側、はい、ドンドン、はい、中森明菜、ありがとうございます、アツナエディション 99.9 分の1、はい、はい、と、まあね、まあ、こういうあの面白い機種がこのバラエティにはひしめき合ってる中、とりあえず私の好きなこの2台をチョイスしましたね。あ、基本的にバロンの好みでチョイスしたという感じですかね。はい、なるほど、わかりました。じゃあね、この辺を、お見せして、大当たりを引くたびに美味しい美味しい秋の味覚をね皆さん食べていただくという形になりますので、はい、素晴らしいですね、はい、もう今日は至れり尽くせりのね、はい、本当にね、ハッピーな配信になる予定になってますんで、ありがとうございます、はい、ぜひねお楽しみいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、はい、よし、バロン信長打とうぜって言われますけど、ね、おー、言いますね、言いますね、信長のね野望ね、こちらね、はい、ありますけどもね、はい、そういうのもありですよ、声が大きければ大移動もあるかもしれませんからね。あ、大移動もありかもしれない、はい、まあ、でも基本的には私の好きなこの2機種を打つんですけどね。なるほど、なるほど、はい、まあなんかね、近くには何、信長が唱えて萌え剣の新しいは萌え剣3、はい、STX99.9 分の1とかね、はい、いや、っていうかね、何でもあります、うち何でもある、はい、なんかコメントでなんか好きな、はい、デジハネとか言うてもらったら、はい、もう必ずあります。あ、そうですか、はい、いつもやったらネタなんですけどね、はい、今日に関してはガチですね。本当ですか、はい、へえ、マイケンみたいなとかね言われてる方もいますけどね、ありますよ、はい、はい、飛弾のアリアもありますね、進化シュート、あ、進化シュートありますよ、はい、はいはいはい、シュート、劣化、
はい、ストフォー、はいはいはい、ありますけどね、ドロロン煙幕、あああああ、名機ばっかり、名機ばっかり、名機ばっかり、いろいろ本当に鬼武者とかねありますね、はい、桃源ささみさん、それスロットだね、いろいろありますね。じゃあね、まあ、ご要望もしあれば、はい、移動するのも考えるという感じですかね。まあ、そうですね、とりあえず、はい、あの考えるは考えましょう。考えるは考える、はい、あ、これやる気ないパターンですね、これね、はい、はい、ということでじゃあお送りしていきますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあどちらが、はい、木村さんがどっち打つの？バロンさんねやるね、はいはいはい、引っかからないね。いやいやいや、あの復帰早々そういうのねやってくるなって考えてたんですよ、ね、昨日寝る前からずっとねあいつはやってくるなって、闇上がりを狙ってくるなって思ってたんでね。やるね、はい、ね、バロンさんどっち打つんですか？バロンさん、あのそうですね、はい、じゃあ手前の方行きましょうかね。はい、アキナ、アキナの方行きましょう。じゃあ、新キャラマーシーさんが、はい、北斗の拳、はい、ジボということでよろしいですかね。いきます。はい、ではお席の方に座っていただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます、はい、お願いいたします。いやー、ちょっともう熱いの脱いといていいですか？何ボソボソ言って、もう汗だくなってる。久々に来たらもう熱い熱い、はい、そうですね、2週間ぶりですからね。息苦しいしね、幹部研修受けてたからね2週間ぶりですあのあれですよね、はい、いやもう幹部研修まで本当にね、これかぶりながらやったらほんまに大変でしたよ、はい、絶対嘘だよ本当にそれはないだろ、文字見えないですからね、はい、それはない。じゃあね、こちらのねカメラに向かってね、まずはねお顔いただいてもよろしいですかね、はい、可能タイトルコールねさせていただきますね、こちらのカメラですね、はい、そうですね、はい、そうですね、いや不気味ですね、いつもながらね、はい、それでは、あ、手袋も取っちゃったんですね、今日はね、弾飛ばないんですよ。あ、そうですね、はい、つけてもいいんです。電気流れないとね、つけてた方がやっぱキャラとかあれなんですけど、ね、はい、でもつけてたら飛ばないんですよ。まあいいですよ、じゃあ、はい、でもつけといた方がやっぱそれっぽくさは出るじゃないですか。まあいいよ別に、はい、なんでつけときたかったんですけど、でもね飛ばないんですよ、電気のあれがあるから。もういいよ、もういいよ、はい、はい、行けよ、じゃあもう、はい、キャラいっちゃったって言われますけどね、はい、行きますよ。じゃあ気候のチャンネル水曜鶴見&東大阪店自由すぎる配信、本日は、第一中森明菜歌姫伝説アツナバージョン 99.9 分の1と、サーミー北斗の拳5ジーボー 89.9 分の1、こちらにキッシュで、大当たりの旅に秋の味覚を食べられる配信をお送りしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは明日スタートよろしくお願いいたします。いやもう今日もペラペラ喋りますね。はい、ということでね、はい、始まりました。言うてね、これね、はい、99分の1でしょ。そうですよ、これもうそんなん ST とか核炎とか入っちゃっても満腹になりますよ、これ。まあまあまあね、はい、お腹いっぱいね、なる可能性は十分あるぐらいの大当たりは引きやすいスペックなんですけどもね、はい、なぜデビューはね、バラエティですからね。そうですね、ユーパチ、アマデジスペックとね、いう感じですんでね、はいはいはい、いきなりなんかお楽しみいただければというところですけどね。はい、バロンさんがこっちで、新キャラは、マーシーさんということでね、はい、はい、お送りしていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね、マーシーさんのお名前をね出しておきますね、はい、お、怖い怖い怖い、これちょっと熱いんじゃないですか。お、熱い、いきなりですかね、なんか保留がね、はい、青保留あったんで大丈夫かなと思ったんですけどね、はい、保留変化、これちゃんと捉えてます？はい、ちゃんと捉えてますよ、問題なく。あ、こちらのカメラ、はい、あ、なるほど、はい、大丈夫ですよ、歌ってますけどね、いきなりね、本当に面白いですからね、はい、どうでしょうか。はい、ということでね、こんな感じでお送りしていきたいと思いますので、あっさり外れちゃいましたけどね、はい、いや逆にね、ここで当てられた方が本当に恐ろしい展開になりますからね。まあ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 、はい、まあね、まあまあ良かったです、はい、まあチャンスはいくらでもね、ありますので、頑張っていただければと思いますけどもね、いかがでしょうかね。はい、はい、ということで、ね、本日もたくさんコメントいただいてますんでね、ちょっとね、どんどん読んでいきたいと思いますので、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。木村ファン感謝祭と聞いて、あー、その人も本当解禁ですね、ありがとうございます、当たるたびに悪の味覚食べられるとかいいな、かっこぼーって書いてありますけどね、ありがとうございます。なんかやばいの映ってるよ、木村アンダーツリー卒業記念と聞いて、何ですかその誘惑付きなやつは、ね、卒業しませんよ。はい、ファイブジも今日打ったよ、村が激しいってありますね、裸は奥の何ってラタイってありますけどね、マーシーさんね、一瞬ちょっと遠目で見るとラタイに見えなくもないって感じですけどね、はい、ちゃんと服着てますんでね、大丈夫ですよ、はい、大丈夫です、はい、バロン寂しかったぜ、誰あのラタイとかね、天心木村のバロン配信お前見にくいわ、今日は打ちたい台出ないんだよな、来月の、海北斗まで充電だわっていうね、あ、今月は打ちたい台が出ないと、来月の海北斗まで充電だわっていう方いらっしゃいますけどね、まあ、そんなこと言わずに打ちに来たらいいんじゃないですかね、本当にね、まあ、そういうね、はい、充電とか、はい、あんまり無茶したくない人はあってこそは、はい、何を言ってるんですかね、いきなり
それ無茶臭くないわって人にこそあるのがこのデタネバラエティーね、はい、ユーパチスペックですね、はい、本当にちょっと日本語喋りづらくなってますけどね。そうですね、はい、声も正直こもって聞こえにくいんですけどね、それ被ってるとね。あ、ほんまですか。はい、あ、なるほど。お前裸体見にくいわって言ってたのか。初見わらとこんばんは、誰だよこいつ。木村ファン感謝祭、いや木村ファン感謝祭大好き、大人気ですねみんな、ね、すごいですね、はい、心とばかりに打ってきますね。そうですね、秋の味覚ってデストスとアガーってもうバレてる感じですけどね、それは最後までね置いといてください。松浦さん困らせるなよ、誰よバロン見えてるよデブとかね言われてますけど、ファンシーあんた誰、化け猫もいるよね鏡に映ってるわ、マーシー、マーシーじゃなくて裸体にしようぜひどい名前だよ裸体って名前なんですか、裸体ですみたいな、おかしいだろうね。バロン予告ポンタだろう。ファンシーファイト。なんか事故の予感。バロンこっち見な。太郎は問題児。太郎？太郎って誰？激アツバロンカットイン。ああな、ポンタって名前かわいいな。よろしく。股間の早打ち。そうですね。そう、なんでもないですよ。乾さんより太ってるね。乾さんよりは太ってないんじゃないですかね。乾さんよりは太ってないです。ですよね。乾さん相当でしたからね、はい、本当にね。単発早打ち早漏ってね。バロン出ておいで。乾ちゃん最近全然見ないな。バロン何してん？逆顔なし。激アツキャラってね言われてますけどね。バロン怖い。ありがとうございます。ボタン連打でバロンを呼び出せ。そういう演出ありそうですけどね。早打ちポンタ。今日もドラミ出るかな。どうですかね。何でもいいから宣伝すればいいのにって本当にその通りなんですけどね。この人たちね本当にねニコラも有効活用する気がないんですよね。もったいないとしか言いようがないですけどね。やっぱね無欲の塊ですからね私たちは。いやいやいや、はい、ねなんかやっぱり皆様を楽しませたい、はい、それだけ考えてますのでやっぱりこうなりますよね。なるほどね、はい、すいませんどうも。お客さんの方がね何か宣伝すればいいのにとか言ってますけどね。今日はドラちゃんで希望かな。ドラミちゃん出ててほしい。バロンは何台ですか。バロンは0台ですね。激アツバロンだ。あ、来たライブモード。お、ライブモード。これライブモードってあれでしょ、はい、右打ちで小当たりかどうか判定するみたいなそういう感じですね。でしたかね。ちゃいましたっけ。はい、あ、ちょっと待って、これいきなり当たったね。小当たりはでもカウントしないみたいな感じでいきますか。大きな ST じゃないですかそれ。お、いきなり入ってんの。はい、もう当たってます。わお、わ、いや、あの出玉出てからでいいんじゃないでしょうか。出玉なしの当たりですねこれ。ああ、なるほどなるほど。確変状態ですね。ああ、特角みたいな感じ、はい、出玉出てからでいいんじゃないですか。もう当たりましたよ味覚まだいかないの。これどうなんですか。どうしますか。食べたい。出玉出てからでいいと思う。出玉、はい、出玉出てからでいい。あ、そうですか、はい、僕はご飯食べてきたんで、はい、え、はい、お腹いっぱいなんですよ。あ、そうですか、はい、なんで出玉出てからでいいんで。秋の味覚きたーって言われます、はい、秋の味覚まだいいですね。あ、そうですか、はい、わかりました。じゃあやっぱこれはやっぱ出玉出んとね、やっぱ、はい、大当たりとは言わんでしょ。あ、そうですか、はい、わかりました。じゃあとりあえずは、まあ、1回目はセーフでいいですか ね。 そうね、あ、バロン欲しがりやな、はい、いや食べたかったんですけどね。なるほどね、食べたかったんですけどね。やっぱり今月は打ちたいパチ代ない、出るなら喋るなら出てこいよ、首とかね言われてますけど、前足を体用意してないんじゃないの。猫のくせに黙れ。バロン彼女に振られでもしたのかな。幹部研修ってリアルな話だな。幹部研修で笑われ。そうですね、生々しいですよね響きがね。幹部研修みたいな、はい、まあね、定期コーナーでね幹部研修受けないと店長さんになるためのね道筋、としてね必要ということでね、まあ、ステップアップキャリアアップにために必要というね部分らしいですけどもね。気も声でかいよ、いいよ。バロンも全裸かよ、ないわ。出ておいで、はよ、うと。研修の効果、かぶってないやろ。わらわらわらってね、ほらやめろって言われてますけどね。1ヶ月前から考えてたのかなって言われてますね。生首ってね、言われてますけどね。カラーゲーが死んだって言われますが、カラーゲーさん最近見ないですけど、どうなんですか。あ、カラーゲーね、なんかシフトがかぶらんだけですよ。あ、シフトがかぶらない。はい、ニコ生のシフトがちょっと。そうですね。あ、なかなかね、かぶらないということで。出てもらいにくい感じなんですかね、はい、なるほど。合体したらネロみたいになりそうで、ね、今日も手品配信かって言ってますけどね。やかましいわ。分かったよ、唐揚げの抜けからどっちも一緒だね。あれ前に見えるの。猫帰れ。帽子がないもん。みんな冷静だな、本当にコメントが。いや、なんかどんどん冷たさが戻ってきましたね。そうですね、はい、はい、いい感じですけどね。やっぱ結局ね、久々に出て暖かくね迎えられるとね、なんかね、はい、挙動っちゃうんですよね。なるほどなるほど、はい、やっぱこんぐらいディスられた方が帰ってきたと思いますよ。確かにね、はい、まあ、それはありますね。そんな感じですけどね、相変わらずで死ねばいいのに。木村小芝居いらん、はよ打てポイ投げた、わらわらわらって言われてますけどね。バロンうるさいよ、ところ構わないとダメだろう。ささみさん、あと頑張らないスロット打ってって言いますが、残念ながらささみさんは導入が鶴見店、東大阪店ともにない感じですかね。うちないですね。ないですかね、はい、はい、申し訳ございません。キムキム耳痛いよ。水曜日は自分たちが楽しければいいんじゃない。そうですね、すいません、はい、あ、でもキムキムが出ると水曜日らしくて好きです ね。 あ、 ね、ありがとうございます。あ、サンマ食べたい。今週は汚い絵づらいで栗、秋のイカ臭い、なんですかね、味覚臭い。今日はドラえもんはってどうなんですかね、はい、ドラえもんちょっと面白かったですけどね。今出るかどうか微妙なところですけどもね。サンマ味覚臭いってね言われてますけどね。字が汚い。秋の味覚ってデストスとアガーだよね、秋の味覚デストス付き、さつまいも柿、
よくわからない出ない台とか言われてますが、北斗もね、秋名のアツナもね、はい、まあ、よくわからないっていう状態どころか凄まじい人気というふうに私聞いてるんですが、そうですね、今のところそうですね、ね、いや特にね、はい、この北斗の剣ジモの方なんですけど、はい、やっぱ普通のね、リユースとかスペック変更したやつって、はい、演出使い回しが結構多いじゃないですか、はい、新しい演出めちゃめちゃありますから多いということでね、はい、はい、まあ最近どうなんですかね、トレンドとしてはちょっとロング ST みたいな感じで、あまユーパチスペックでも100以下の100以上の確率で当ててから、さらに100回とかね、50回ぐらいの長い ST 入って確率がそんなに上がらないとかね、時代が多いんですけども、はい、北斗は ST の回数が5回なんですが、はい、なんだっけ、 6.6 分の1とかそんなんでしたっけ、はい、そうですね、でしたかね、はい、はい、という感じで、まあかなり5回の間にそれが引けるかどうかっていうね、はい、部分が、まあ伝統ですけどね、北斗はね、ユーパチスペックアマーのね、ジボシリーズですが、その辺が受けてんじゃないかなとは言われてますけどもね、どうでしょうかね、バロンのマイクかぶってる間小さくして、秋といえばコオロギ、大当たりごとに甘栗剥いちゃいました、一袋とか言うなよ、あ、惜しいですね、猫の口開くのスズムシとか、みんなね、いろいろ予想されてますけどもね、あー、サウザーですね、これ北斗ちょっと音小さい、音大きくできますか、これ次保留終わったらちょっと音大きくしてもらってもいいですか、はい、はい、秋の味覚だ、コオロギ、秋といえば海苔の収穫ですね、いやー詳しい方いらっしゃいますね、やっぱりね、タガメとかスズムシ、環状線かと思った、秋といえば松浦やな、うるさいよ、バロンの蚕食べるのか、赤トンボ、もうアガーとか飽きたしなって言われてますけどね、迫ってくるぜ、秋が迫ってくると、そうですね、木村の説明が面白い、分かりやすい、大当たりな内回り、そうですね、松浦さん、はい、バロンさん当たってますけどいいんですか、あれあれ、ま、出た回り当たったぞ、しかもポクトもかなり熱いですよ、はい、これステチェンが、ね、しかも強敵背景出てましたね、マジで、はい、ごめん俺コメント見てて全然見てなかったけどサウザーの文字は白文字、白文字でしたね、でまあまあそこそこっていう感じですかねこれ猫どうするんですか、はい、はいじゃないよ、ないか、猫どうすんの、食べますよ、それ食べる、はい、味覚を ね今日食レポ配信ということで食レポしますよ、はい、あ、緑カットイン、じゃあちょっと北斗だけ見ますか、あ、お願いします、どうでしょうか、いやそれより若干弱い、おーおーおお、いやでもこれでも倒すんやね、当たりましたね、倒したね、これはでも熱かったんじゃないですか、暑かったですね、かなり、あ、じゃあ味覚ですよ、はい、もう確定ですね、はい、あー、2人で、2人同時に来ちゃいましたね、はい、まあこうやってね、普通に当たって味覚やったら僕も納得ですよ、はい、僕密告されましたからね、いや自分が言わないからじゃんいや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 、自分が言わないからじゃん、コメントめっちゃ荒れてましたよ、バロン当たったってバロンが不正しようとするなや、いやそれでもそれも違うでしょ、え密告されたらやっぱ気持ちがやっぱ違うでしょうよ、当たっちゃいました2人ともということで、秋の味覚、イエーイはいはいはい、もうじゃあもう味覚いこう、味覚とっとと、これ右打ちしといたらいいんですか、あ、ちょ、マイマイじゃあその間右打ちしといてもらっていいですか、右打ちだけ2つしときます、はい、いやいやいや、これ置いときましょうよ、あ、こっちあ、そっちね、はいはいはい、びっくりした、あの女僕の台まで待てよやらんわやらんわあの女とか言ってる、ちょっとはい、ちょっと待ってね、これ誰ですか、それカラーゲーさんでしょカラーゲーは秋の味覚にしたの誰です誰がそこ並べたの、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、マジですか、ちょっとじゃ あの食べるときだけ、はい、木村さんに食べてもらいましょうか、あ、食べるときは木村さんに食べてもらう、なるほど、じゃないとね、はい、臭いんでね、あ、なるほどどうせお臭いやつが出るんでしょ、いやいやいや、お臭いも何も、ちょっとね、どれ行きますか、どれでもいいんですけど、はい、マーシーさんどれから行きますか、何があるかちょっとカメラに向かってね、ちょっとこう、はい、もうちょっとこうテーブルごと前へ持ってきていただくことでできますか、危ない危ない、両方、あ、いきますよ、はい、はい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 、これこれ単体で食べたらダメなんですか、え、いや単体で食べてもいいんですけど、はい、ね、美味しくないんですよ単体で食べても、まず何があるかちょっと木村さん見せてもらってもいいですか、いやこっちはあれですよ、たけのこの里の
まろやかマロン。まろやかマロン。はい。秋ですね。秋ですね。はい。はい、続きまして、さんましぐれに。あ、さんましぐれに。はい。秋ですね。はい。秋です。秋ですね。もうちょっとフライングして空いてるんで、くっせんすね、これ。くっせんだわ、これ。はい。はい。はい。で、次これが、何ですか、まいたけですか、すいません。エリンギ。これ、保留で当たってますけど。おーっと僕は2個保留で当たってますけど。2食分。ありがとうございます。じゃあ、かける2で。はい。まあその保留で当たったとか誰も証明できないんですけどね。いやいや、保留ですよ、完全に。こちらしめじ。しめじですね。おしめじですね。はい、きのこね。はい。はい、と、こちら、なめたけ、ね。なめたけですね、はい。秋ですね、なめたけね。ちょっと、ジャン入りって書いてる。あ、なんか辛いやつ。ジャンって何か聞いたことないですね。そうですね。はい、あとね、その袋開けてもらっていいですか。これですか。はい。はい、秋の味覚ですからね。そうですよ。またきのこ類。どうですか。秋でしょ。はい、やっぱ山の幸とかがやっぱ秋といえば、はい、はい、まあ山菜とかが有名じゃないですか、やっぱり。はい、何ですか。出して大丈夫ですか。はい、出していいですよ。はい、あ、おお、これは、あ、焼き芋ですね。あ、これ嬉しい。はい、さあ焼き芋ということで、じゃあどれからいきますか。はい、私じゃあ、はい、舞茸いただきます。舞茸、はい、舞茸、舞茸はない、しめじとエリンギ。エリンギか、エリンギ、はい、エリンギいただきます。はい、はい、エリンギ。じゃあ味付けどうしますか。そうですよね、はい、これね、はい、味付けどうしますか、皆さんに聞く。あ、そういきます。はい、選んでもらった方が、はい、じゃあちょっとこちらアップしていただいて。そうですね、はい、いろいろありますけど、まあ皆さんのご想像通りのものがね、大体ありますんで。はい、はい、あ、黒酢とか言われてますけどね。あ、いいんですか、黒酢。はい、あ、いいんですか、じゃねえわ。そうですね、黒酢いただきましょう。あ、黒酢頼むわ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ黒酢、エリンギに黒酢、はい、エリンギ黒酢ということで。エリンギ黒酢ですね。はい、はい、いただきます。はい、じゃあマーシーさんの分も。マーシーさんはどうしますか。はい、マーシーさん、じゃあ本体は何選びます。じゃあ僕はタケノコの里、あ、行きましょうか。タケノコの里、それはいいんですか。タケノコの里、はい、はい、違うの行きますか。いや、どれでもいいですけど、あれですよ、でもこの後の展開も考えんとなんまだまだ序盤、なるほどなるほど、終わったら1回目ですからね、これ。なるほど、はいはい。うわ、くっせ、くっせ、え、この黒酢臭ないですか。臭い、いや多分これ普通の黒酢、そっちじゃないですか。そっちですか。なんか全部臭い。さあ、はい、じゃあマーシーさんも、じゃあ最初はエリンギいきますか。はい、一緒に。あ、じゃあエリンギいただきますか。はい、エリンギダブルで。はい、はい、エリンギ、マーシーさん何つける、味付け何つけましょうか。あ、コメントでどうぞ。はい、コメントで、はい、マーシーさんはエリンギ何いきますか。とりあえずデスっとこうってやってますんで。デスっと、あ、じゃあデスっときましょうか。デスっときますか。コーラ、はい、全のせ、黒酢頼むわって。はい、デスソースいっちゃいますか。はい、あ、初出演でデスソースいかす、いきなり一発目でデスソースいっちゃうわけですね。これは、いや、まあでも世論ですからね。そうですね、はい、デスソース本当に気をつけてください。まあ美味しくいただきたいんで、はい、僕らも、はい、まあせっかくの秋の味覚ですからね。はい、はい、これはどれぐらいかけるのが正解か。あ、ほんのちょびっと、マヨネーズぐらいですね。爪の先ぐらいで。マヨネーズぐらい、さって、爪の先ぐらいで、ペッて、爪の先ぐらい、はい、はい、大丈夫ですんで。あー、十分ですね。はい、十分ですか。はい、十分です。ちょっといいね、見ますかね、これね。はい、じゃあいただきましょうか。はい、靴とくっついていただいてよろしいですか。はい、2人ね。はい、そういうことで、じゃあまずね、秋の味覚1品目ということで、エリンギ、黒酢エリンギとデスソースエリンギ、こちらね、秋っぽいですよね、本当にね。このくっさ、2種類ね、食レポですから。はい、味覚の、はい、くっさ、秋の味覚の食レポですから。はい、黒酢それ腐ってない。いや、ね、大丈夫、芳醇な、すごくいい臭いですよ。いい臭いですか。はい、あ、そうですか、わかりました。はい、いい匂いします。なるほど、はい、じゃあね、秋の味覚の、食レポをお願いいたします。はい、いただきます。はい、よろしくお願いします。うん、なるほどね。これはね、はい、非常にね、はい、結構いいですか。はい、これね、はい、まず1点、はい、生だね、生ですねこれ。い
や、ごめん、一応チン、チンしてみたいんだけど。チンしてみたい。なるほどね。チンじゃ足りてなかった。まあ、やっぱりね、はい、新鮮な香り。ごめん、ごめん、生だった、生だった、あれっすわ、大地の、大地、大地の風味みたいなの広がって、すごくいいですね。ごめん、はい、いや、チンしたら中まで火通るかなと思って。あ、そちらどうでした、はい、ちょっと僕はデスの力で生かどうかすら判断できない、はい、あー、せめて焼こうぜっていう。あ、なるほどね。まさかの選択、焼いてやれよ。なるほどなるほど。焼けよ。食いたいんですけどね、噛み切れねえ。あ、ごめん、俺キコーナー鶴見店のコーヒーコーナーにある電子レンジを使わせていただいて、チーンって3分ぐらいチンしたんですよ。うちのレンジのせいにするんですね。生でした、はい、いや、ただね、とりあえずね、はい、皆さんやってみたら分かるんですけど、はい、このキノコ類に黒酢、はい、普通にうまいっすから。そうなの、普通にうまいっすから。そうなの、リアクション困っちゃうから。え、マジで、はい、コメントしてくれた人、はい、多分めちゃめちゃええ人です。あ、後悔、はい、多分めちゃめちゃいい人ですね。あれ、普通にうまいですよこれ。あ、そう、はい、まあ、ぜひともまた食べてみてください。あ、わかりました、はい、ちょっとじゃあ大失敗じゃん。これ次行きましょうか。はいはい、じゃあ、いや、まさかちゃんと秋の味覚堪能できると思いませんよ。はい、俺だわって、はい、美味しかったです。行きましょう行きましょう。わかりました、じゃあ引き続き、はい、はい、お願いいたします。意外とこういう企画なんですね。いや、もっとなんか無茶なこと言われるものもいやいや、だって普通にやっぱ、え、はい、あー、そうですか、はい、マシ2回食えよって言われて、もういい、とりあえず後でもう1回行くか。じゃあそうですね、はい、まあ、ただとりあえずね、はい、これSC 入ってるじゃないですか、はい、男気ループありますからね。男気ループがね、はい、これで秋を呼ぶわけですよね。はい、はい、さあ、北斗も、2回ボーナスかける2になってますよね、今ね、2回当たって。はい、どうぞ。あー、ね、あー、早い、恐ろしい。秋と、あれが、大当たりがいっぺんに男気ループ、恐ろしいですね、男気ループ。これがこの力なんですね。ちょっと待って、奥と当たりすぎじゃない、これ。これね、味覚、これ死んじゃうよ。え、行った方がいいですか。そうですね、行ってらっしゃい。ちょっと、どうする、ここでやる。そうですね、あ、いいですよ、大当たり僕打っとくんで。え、あ、じゃあ向こう行く、二人とも一緒に行きましょうか。二人とも一緒に行く。一緒に行きましょう。男気ループ、マーシー死んじゃうよって言われてますけどね。いや、どうしますかね、ちょっとキノコもう一回加熱した方がいいんじゃないですか。え、キノコ、キノコもう一回加熱した方がいい。そんな時間ないんでいいんじゃないですか。行ってきましょうか、はい、じゃあ、はい、二人を渡りしてる状態じゃないんで、はい、私から提案なんですけど、はい、じゃあ本体を僕が選びますわ、はい、で、はい、つけるやつを皆さん選んでください。なるほどなるほど、はい、はい、で、逆もまたしっかりね。なるほど、はい、僕当たって、マシ当たってないときはそのパターンになります、はい、なるほどなるほど、はい、はい、じゃあ本体何に行きますか。本体ね、はい、ちょっとあちら向いといてください。はい、はい、今マーシー見てませんから。見てないですね、本体ね、はい、ね、カメラありますかね、はい、本体こちらね。あー、これね。こちらで、はい、これね、こちらで行きますので、はい、了解です。はい、はい、で、コメント私も見ましょうか。はい、じゃあ何行きますかね、はい、何で行くか、はいはいはい、ちょっと待ってください、若干タイムラグがありますんで。はははあが、あー、のに、あー、はい、あー、いいね、のにジュース、いいね、あー、なるほど、あー、いいね、いいね、とかね、いろいろやってますけど、はい、はい、どうしますかね。まあ、よく考えたら名前出しても本来何か分かってないんで、ね、そうですね、全然大丈夫ですね。そうですね、あ、じゃあで、私がちょっとクッキングしましょうか。なるほど、はい、すいませんね、はい、ちょっとお尻向けちゃいますけど、はい、秋の味覚クッキングということで、これちょっとね、今なんか聞こえましたけどね、ふくって言ってましたけど、ね、僕の中でなんかフリーズ的な何かが、そうですね、はい、ああ、なるほど、あ、はい、なるほどね、はい、なるほどなるほど、こういうことですね。これ僕は、これは体にいいわ。待ってたらいいですか。はい、待ってる時間すごく怖いですけど。あ、大丈夫大丈夫です。大丈夫ですか。ね、なんかフルーツのすごい、まあ、秋のね、味覚ですから、はい、はい、フルーツもすげえね、はい、フルーツもすげえっすわ、はい、はい、これで、あ、あー、なるほど、これをこうしたらいいね、あー、あー、はいはいはい。えげつな、こちらになりますね、はい、あー、はい、なるほど、まあ素材の味とか、そうですね、全て凝縮されて、ね、なんかね、よく高麗人参とかね、そういうね、陽明酒みたいなやつとかありますけどね、はい、こうエキスが染み出るやつですよね、これね、はい、じゃあマーシーさん、はい、どうぞ、量これを、これを、はい、一応本体だけ食べれば OK ってなってますので、なるほどなるほど、理科室にありそうとか言われてますけど、はい、これはどうしたらいいですか。
あの食べるんです。秋の味覚ですか。出して食べたらいいですか。ホルマリン漬けかな。出して食べますね。はいはい、はい、ああ、なるほどね。あ、結構まとわせますね。結構ノニさんをまとわせますね。はい、そうやって、はい、絡めてね、すごい匂いしますけど、はい、まああの秋、これが秋です。ああ秋だね、秋だね、秋っぽい感じになってるね。ああ、どうですか、感想はいかがですか。まさかこれ一口半分平らげるとはね、思いませんし。結構いくね。はい、ちょっとさっきの一発目のデスソースでちょっと味覚をやられてる恐れがありますね。あ、そうですか。はい、マーシーさん普通に喋ってるけどデスソース大丈夫だったんですか、あれ。あ、ちょっと唇はやられてますね。あ、そうですか、はい、いや、リアクションが普通すぎるんですけどやられてますね。すいません、はい、まさかの動画全般にして、はい、向こう側行ってしまいましたね。そうですね、はい、あまりこれじゃあもう飲みますか僕。お、自分からハードル上げていくスタイルなんですかそういうあれですか。だし汁、だし汁飲んじゃいますか。いきますか。キノコはじゃあ置いといて、ちょっと生なんでね。はい、はい、あのだし汁の方を、はい、生なんでねって言っちゃうもんね何なんだよってなってくるから、はい、鉄人って言われて、はい、労災降りるのか、まあ、ちょっと 見た目もちょっと鉄人っぽいですね。そうですね、はい、飲む前に何が入ってるかだけ、これですか。それね、あの、まあ、もうマジレスするとノニージュースって言って、あの南の島で取れる不思議な、ジュースなんですけど、フルーツから取れるジュースなんですけど、はい、あの非常に健康にいい、それは間違いないんですけど、はい、猛烈に臭い、まずいっていうジュースで、はい、あの一気飲みしていただくのは全く問題ないんですけど、普通の人だったら臭くて一気なんてできませんみたいな感じなんで。あ、あのこちらの詳しい説明があるんでね、はい、あの後で読みますわ、はい、どうぞ。後で読む飲んでから飲む、はい、いきます。飲んでから、はい、はい、大丈夫ですか。はい、はい、お願いします。普通に行くねこの人、すごいな、どんどんハードルが上がってる。何この人、味はどうなんですか。匂いはさておき、食レポ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 。秋ですね。あ、美味しそう。秋っぽい、美味しそう。秋っぽい、秋です。秋、あの香りもなんかあの秋っぽい香りしますもんね。あ、はい、腐葉土みたいな、まさかの味音痴、はい、すごい秋です。そうですね、秋ですね。秋ですしか言ってない、はい、ちょっとあのマーシーさん秋ちょっと遠ざけてもらっていいですか。そうですね、ちょっと秋刺激強いわ、はい、まあ、ちなみにねこの、はい、ジュースね、はい、はい、米印で書いてます、はい、米印、この商品は 100% ストレート果汁のため、はい、ノニを収穫する季節や熟成時間によって風味が変わることがあります。はい、ノニって何って。ノニって何。神秘のフルーツです。すげーって言われますけどね。まあ、とりあえずノニ収穫するやつっていうのはね、はい、ありましたんで、はい、何かしらのあれなんでしょう。何が秋なんだよ。はい、確かに、はい。ちょっと汗が吹き出てきたんで、これ、ね、これが秋です。ああ、いいですよ。秋、はい、秋ですか。まだね、はい。秋の最初の始まりはね、まだちょっと暑い時もある、ね。まあ、まだ秋序盤ですからね。序盤ですからね。はい、汗も出ますよね。さあ行きましょうか。はい、ということでね。はい、はい、ね。パチンコファンの方はね、申し訳ございません。他の番組見ていただいてね、はい、私どもこういうバラエティ番組やってますね。そうですね、はい、秋を堪能するためにやってまいりましたので、はいはい、ご容赦いただければ。これ北斗ちょっと音ちっちゃいんじゃないですか。あ、そうですね、上げましょうか、はい、そうですね、いや、これね、あ、そっか、北斗中で上げるんだっけ。そうですね、はい、今ちょっとボタン押しても何もなかったんでこれどんぐらいいきます。今で今で中なってるんで、第あ、3段階でしたっけ。3段階ね、あ、そうなんですか。あって、ほんでそれプラスなんですよね。で、まあ、ちなみに台っていうのが普通の、ホールで。うるさいんじゃないですか。うん、あ、これね、ドアオープンの音量は調整できないんですよ、デフォルトなんですね。あ、そうなんですか、はい、これ、開いてる。あれ、開かない。メニュー画面からは変えられなかったっけ、マイマイ。ちょっとね、ちょっと、バロン汗かいて。あれ、これ開いてない。開かない、うん、開かないね。よし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 、取れた、よしよし、取れた、はい、OK。 うるさいよ、ちょっとね、待ってね。はい、はい、OK、いました。そういや、バロンどこ行ったってありますけどね。はい、あ、バロンですか。はい、バロンちょっとね、ね、あ、ここに並んでる秋たちがですね、はい、秋たちがちょっと素敵な匂いがしますので、はい、ちょっと避難させてますね。あ、そうですか。あれ、ちょっと密閉された空間ではちょっときついなって。なるほど、なるほど。あ、ちょっと裏パック開いてんじゃない。あ、ただね、ドアがね、これ鍵右回ってからやるとね、サミー系はね、なるほど、一気にデカになりましたね。そうですね。これちょっとデカすぎて大丈夫ですか。ちょっとデカいような気もしなくもないですけど、大丈夫。まあいけるでしょ。いってます、はい。まあ、北斗の激アツ演出はね、ちょっとね、はい、でかい音量で聞いていただきましょう。なるほど、はい、さ
さて、ということで、はい、ということで、じゃあ再開させていただきますんでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、秋田化粧、秋田化粧ってね言われてますけどね。おい松浦さん、のにってなんだよって、まあ、マジレスすると南の島で採れる神秘のフルーツって言われるあの果物らしいんですよね。はい、はい、で、すごく体に良くて、その島の原住民の人たちはもうなんかもう奇跡のフルーツっていう風にね言ってるぐらいのものらしいんですけど、あとね、非常に体にいい、健康食品なんですけど、残念ながら風味がね、はい、すごい、きつい、匂いがきつい、まあ汚い話するとうんこみたいな匂いします。はい、さっきまで普通やったんですけど、はい、隣に座ってる人間をちょっとだけ嫌いになりましたね。そうですね、はい、そんな感じですね。そういう奇跡のフルーツですね、はいはい、そういう奇跡が起こるというね、はいはい、フルーツになってます。まさに神秘ですね。はい、そうなんだって、ドリアンみたいなやつか。そうそう、ドリアンみたいなあのものだと思っていただければ分かりやすいんじゃないかな。ドリアン姿形分かるんでね、はい、それよりちょっと立ち悪いですよね。ノニって想像ちょっとできないね、どんな感じなのかね。はい、はい、というね、そんなに臭いんかってことでね、もうめちゃくちゃ臭いですね。はい、びっくりしますけどもね、秋の香りがしますね。そうなんですよ、はい、はい、もう隣に置いといたらってね言われてますけどね。前ハンドル握ったら大枠開いたことある。ああ、鍵がちゃんと閉まってなかったってことなんですね。ああ、それはそうなんですよね、申し訳ない。なるほど、はい、色も結構茶色いしでね。ああ、木村次のに飲もうかって言われてますよ。はい、木村次のに飲もうか。いや、それはもうコメントする皆さんですから、はいはい、わかりませんよ。皆さんが飲めって言えば飲む。いや、それはもちろん。ああ、そうです。ただでもそこは民主制なんで、はい、多数決ですよ。多数決、はい、アンケート取るってこと。そうです、そうです。アンケートっていうか普通にコメント多い人。あ、コメントが多ければ、はいはい、あ、完全に入れろっていうふうにしか聞こえない感じですけど、ね、いやいや、ただ僕まずいの送っても、はい、リアクション下手ですよ。あ、そうですか。はい、もう全然思わない。あ、そうですか。はい、もうそれやったらもう普通に食レポさせた方がいいと思います。あ、そうですか、はい、言ったね、ノニダンマーク来るねとかね言われてますけどね。誰だそれ。はい、ノニダンマークやなって、ね、煽ってるやついますね言われてますけどね。上級者ですね、それ感じで、ね、どうですかね、はい、松浦さん16ラウンド引いたら2つ入れようよと。あ、それはいいかもしれないですね。あ、なるほどね、はい、うるさいよ言ったね。とりあえず松浦さんも飲んどく。おかしいだね、松浦が座った。そう、座りましたよとね。こんばんは、今来た松浦さん、女性助けた時の話して。絶対嫌だよね。ノニインノニでいいんじゃない。ノニ弾幕やな。松浦座んじゃねえよ、うるさいよ。開け開け、うるさいよ、うるさいよ。松浦さん、あ、松浦さん今日かっこいい、抱かれたい、ありがとうございます。いつでもいいよ本当にね。今のコメントありました。ありますあります。あるありますあります。はい、ノニあれだろ、マロンお菓子トッピングするんだろうとかね言われてますけどね。マロン当たりそうな気がする。秋の当たりそうだなーって言いますよね。どうですかね、暑そうですけどね、若干ね。いや、めちゃめちゃ暑そうですね。そうですね、はい、はい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 、わかりましたわかりました。どうですかね、来る、これ秋の来そうだねーって、ね、モンスターマシンですね、ありがとうございます。残り1枚、もう辻でお受けしましょう、秋の味覚を。さあ、あれ来ない。うえー、マジか、スルー。いや、残念でしたね。ああ、そう、残念でしたね。いや、嬉しそう。いやいや、ちょっとね、秋がやってくるんじゃねえかと思ってそわそわしちゃって、チッてみんな舌打ちしてるけどね。危ねえ。あ、熱いんじゃないですか。当たりますよこれ。ありますよ、はい、あります。あ、レッドクロック北斗はまたこれウイグル極超出てきましたけどね。もうデジハニアやったらもうここからポポンって当たっちゃいますからね。いや、来ますからね。ガセかよ、木村さんその台壊れてるよって言われてますけどね。松浦うるさいよ T シャツ作ってよ、絶対買うからって。マジか、すごいな、作ろうかな。所詮は秋な、男気ループ不発動、バロンタガメ食べろ。危ない危ない、はい、でもこれ中森明菜これ ST ですよね。 ST ですね。これ不利なんちゃいます。74回ですけど確率いくらだったっけ。確率出てます。確率 ST 中の確率はこっちかな。で、66分の1。66分の1か、はい、そうですね、 99.9 分の1で特賞を引いて66分の1の ST が74回続くという感じですね。ね、はい、まあ、だってね、こっち北斗ね、はい、ST5 回じゃないですか。 ST5 回、はい、5回で、はい、安堵できるわけですよ。いや、安堵って言ってもまあまあまあ確かにね、はい、まあ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 、で僕だから74回そわそわせなあかん。そうですね。いや、だって最初にどっち選ぶって言われて自分が最初にアキナ選ぶって座ったんじゃん。ねえ、マーシーさんね、はい、しかも北斗の場合はちょっと5回しかないんで、はい、連チャンしだしたらすごいペースで。そう、いや、連チャンしてないじゃないですか、まさに今今でも2連3連3連ですからね。
どうですかね。まあ、いいですけどね。はい。まあ、私の圧倒的な危険性あるでってことね。まあまあそうですよね。はい、もうここから僕の圧倒的な引きによってもリーチすらさせませんから。ああそうですか、はい。よく言いますけどね。ノリってカプセルもあるんだけどそれでも臭くて苦い。そうですね。タガメやら。ノリノリノリって書いたのに畜生フリーって男気が足りない引けるから。バリンはあバロンは、はいはい、他のせいにする癖があるなって幹部になれるのかって言われてますけどね。あのマジなことやめてもらっていいですか。はい。店長なれないんじゃないの。大人ですねその方は。言われてますけどね。はい。ねえどうですか人事部の方かもしれないですねこれね。ああありがとうございます、はい、北斗はその分通常時の確率高いでそうですね逆に言うと5回で連帯の危険性あるぞ、はいはい、ジボ16連したよって方いらっしゃいますね。そうですね16連ですか、はい、いやでも僕もねホールで見ててそんぐらいありますからね。なるほど、はい、ポテンシャルは高いと思いますよ。結構ね連チャンするから楽しくて皆さん打ってるっていうね。いやくもな邪魔邪魔まぶちまぶち打ってるっていうね皆さんね言われてますけどね。え、これ全回転まさか。あバロンわらわらわらってね言われてます。バロン当たったって当たりってね言われてますけどね。当たり通常いやでも71回やからあと3回か、はい、んあこれ当たりだよね。これは当たりです、ね、全回転ですよねこれね。全回転ですか、ね、はい16回なんか全部の図柄がこうやってのにのにのにって言われてますけどね。どうですかね。うわマジか長えな全回転長えわ。嫌な時間が長く続くっていうね感じですけどね。あの悔しいけどあの役もやばかったですよ ね、 あのねまあね、あれ出たらもうね終わりですよねはっきり言ってね。もうせっかくだから押しましょうか。これ全回転やったらどうなんですかこれ16ラウンドなんですかね。全回転16ラウンドだっけ今あ分かんないちょっとまあまあ打ってみたら分かりますよね。ああ16ですね。16はい。アキナのアマデジ16割合かなり高いんですよ。16確定 50% だったと思います。あちゃじゃあ、うん、ダブルでちょっとあの本職の箱下げ箱上げをしてからいきますわ。そうですね。もうはいあのこんな感じで、ね、近いなよいしょ。あーマジかあくっせえな全部くせんだよな。 50% 高けーでねノニーって言われてますよ。あーあーなるほどね。はいじゃあ本体マーシーさん選んでいいっす。本体いやもうノニー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 でいいんじゃない。バカじゃない。えノニーノニーってこれミーモダンスミーモダンスしながらノニー番長のね。はいあ、アキナちなみに10ラウンドだよってあ、本当だ10ラウンド。あ、これ10ラウンドなんですね。16じゃない。7赤ずからだったら16で、はいはい、ピンクだったらでまた変わるんじゃないですかね。ピンク、歌姫ボーナスですね。はい、はい、あ、なるほど。一応ちなみに当たったのは9ですね。9ずから。マジか、これくっせーな。どれいく、ノニーなんでしょ。どうなんですかコメント。どうなんですか。10ラウンドですよってね言われてます。赤だなピンクずからなんで10ですね。10ラウンドですね。はい、ノニー USA、ノニー USA って言われますけどね、はい、いや、ほんとね、祖国に帰ってほしいです。なめこ、なめたけノニとかでいいんじゃない。バカじゃない。なめたけノニとかほら、あるじゃん。なめた、ちょうど飲み物2つあるんで、ね、あの、秋カクテルということで。え、これを、はい、これ飲み物にカウントしちゃう人なんですか。そうそうそう、なめたけって飲み物ですよね。マーシーさん、そうですよね。そうですね。はい、じゃあ、ちょっとこれとこれ混ぜますか。混ぜますか、ノニとね、なめたけを。はい、なめのにーって。大丈夫ですかこの方、生まれ大丈夫ですか。生まれ生まれ出生に疑問を抱いてますけどね、はい、いやあの、はい、僕の知ってる都道府県ではないかなって。ああそうですか。47都道府県ではなめたけを飲み物としてカウントするところはないかな。なめたけは飲み物ですって言われてますけど、ね、なめたけは飲み物じゃないって言われてますよ。はい、はい、その方も同居でしょ多分ね。はい、はい、一口でいける量が。ああなるほど、優しいですね。むかつか逆に、はい、逆にさらっと飲ましてほしいわそれ。うまいプラスうまいはうまいに決まってんじゃんって言われたんですけどね。はい、なめたけはレアなの飲料です。あのね、はい、あのなめたけはね100歩譲ってうまいですけど、はい、うまい&臭いんですよね。他のやつがノニの方が臭いんだよ。いやいやいや、いいんじゃないですか。あー今混ざってますねこれ。ちょっと見せてもらっていいですかカメラに向かって。見えますかね。ちょっとあの普通に、あのそうですね、普通に透明なんでコップ、あ、はい、あー見えますかね。美味しそう。あーちょっと沈殿してるね。あーいいんじゃないですか。もうちょっとノニ入れてあげたら。もうちょっと、はい、ノニ少ないぞーって言われてますんで。ノニが足されれば足されるほど、はい、
あの野に入れようぜやったらまだ分かるんですけど、はい、野に入れてあげようみたいな、その感じが全く意味が分かんない。ああいいですね、日本語がちょっとおかしい、はい、これで野に竹、野に竹、野に竹いいんじゃない、なんかありそうですけど、はい、響きがありそうやけど、はい、じゃあ野に竹、匂いがすごいです。あいい感じ、ね、って言われます。秋の匂い、秋の匂い。さあいただきます。はい、はい、お願いします。今引きましたですね。はい、うわっ、あなるほどね、なるほどね、あーなるほど、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 身震いする、見てるだけで、あー気持ち悪い、あーなるほど、いや秋ですね、秋ですね、これ秋ですね、秋ですね、これ秋ですね、これね、僕あの狩り場じゃないですか、はい、あの狩り場の隙間から入ってきてね、あのずっと秋なんですよね、浸透するし続ける感じですね、なるほどね、なるほど、よし、はい、じゃあ行きましょういやー酸っぱい、酸っぱいね、これ、何が酸っぱい、酸っぱい、なめが酸っぱい、あ、いや、どっちか分かんないですけど、どっちか分かんない、どっちか分かんないですけど、もうまずくて分かんない、あの、臭いのは確実にノニ、あー、臭いのはノニ、はい、酸っぱいのはどっちか分からない酸っぱいんだってやってますけどね、はい、あれ飲んでから息するたびにちょっと臭い、そうそう、自分が臭くなるっていう、ね、自分が臭い、はい、いや、あのね、隣で打っててね、あのマジさん臭いなってずっと思ってあのー、申し訳ない、謝りますよ、これは、いやなるほどもう1時間経った、内容がないよって言われますよ頑張っていいとこ見せてくださいよ、本当にね、はい、はい、いや、いいとこは見せてるでしょ、大当たりバンバン引けば引くほど良くないところを見せないといけなくなってくるっていうね、いやどうですかね、はい、これ木村彼女に臭くて振られるんじゃないみたいな、これありえますよ、そうですね、はい、はい、デスソースで口直ししようやってこと、あ、じゃあ次はなんかデスソースとかいうやつやりますか、ね、いやな、いや謎の赤いやつありますんでね、ちょっとこの SE だけほんまにスルーしてほしいですね、ああそうですか、はい、どうですかね、なんかあのこの食堂に向かうまでの道あるじゃないですか、はい、ここなんかね、あのグラグラしてるんですよ、グラグラ不安定になってる、なんかあー不安定になってる、不安定になってる、あ、なるほど、どうですかね、岡田萌にいいとこ見せてやれよ木村の彼女の名前なんだっけ、そうです、ね、なんでフルネームでね、はい、今来た皆さんお晩です、木村を除くって萌ちゃんだ、ベストスで上書き上書きってやってますけどね、え、ちょっと何でもこれ汗止まんない、マイマイさん愛を込めて作っておいて、あ、なんかマイマイに作ってもらっておいてサクッと食べてもらってまたパチンコ打つやつにしますか、あ、そういう栄養補給的な、そう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 、はい、でも僕の知る限り彼女が絡んだ時にろくなことないそうですね、間違いないですね、生殖器の壺をされたりねするからね、萌ちゃんに振られるってね言われますけどね、ねえねえアマリッチはないのって言いますが、アマリッチはね、本日はね、アマリッチ系統はデスプリン、まあマリッチと一緒ですよ ね、デスプリンとデスゼリーはだったらありますからねまあそれが秋の味覚かどうかっていう判定を皆様にしてもらって、秋の味覚であるという判定いただければ、それを食べていただくのもいいんじゃないかなと思いますけど、どうですかね、あの言うときますけど、はい、この動画一回も見たことない人が今の会話聞いたらわけわかんない、そうですね、あ、秋の味覚であると、はい、だねってことでね、あ、じゃあお墨付きいただきましたんで、秋の味覚に間違いない、あ、うん、なるほど、秋の味覚だなって言われますね今しか食べれないから秋、あー、なるほどね、いい考え方ですね、これね、あけーな、あけーな、ほんで、くそ、やめろ、今はやめてくれ、プリンは秋の味覚ですってね、言われてますけどね、今はあかん、今はあかん、なるほど、じゃあ、次、あれ言ってもらえますか、赤さきよみってね、言われてますけど、マジか、バロンさん、暑いんじゃないですか、バカーンってね、秋ないい感じって言われてますけど、ね、いや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 、いい感じじゃないでしょ、これ、しめじ、しめじプリンとか言ってみたらいいんじゃない、あ、しめじちゃんと加熱してきたんで大丈夫ですよ、いやさすがマイマイやりますね、ちょっとどっか行ってると思ったらしめじチンしてきてくれたということで、いやいや、だいぶ長い目にやりましたけど、あ、そうですか、はい、ありがとうございます、いやから、え、しめじって普通チンするんですか、あれなんか湯煎とか焼いたりとかそんなんでまあまあ細かいことは気にせずに大丈夫ですよ、はい、じゃあしめじ、しめじデスプリンでも行きますか、はい、やるんですか、はい、エリンギじゃなかった、エリンギもありますけどね、あ、エリンギも一応チンはしてきました、はい、しめじ、チンするやつ、しめじありますんで、しめじレスプリンとかはいいんじゃないですか、あ、しめじたまりっちってこと、そうですね、しめじレスプリン、わらわらわけわかんなこと言ってる、はい、とりあえずくっつけたって感じです、普通は焼くだろう、もうスタンバイや、レンジはそこまで万能じゃないから当たりましたね、ああ当たり
え、もうこれだ、あ、感想ですね、本当だ、当たってるリーチ弱かったんですけどね、行きましたね、あらわら、こんなん外れないでしょう、とかね、そうですね、赤さっきを見たらまあ来るよね、10ラウンドおめでとう、味覚ゲットとか、はい、当たりバロンおめでとう、いや、木村さん引き強いですね、あ、素晴らしい、あー、来ちゃいましたね、ありがとうございます、チーンって言われてますけど、はい、これプリンですか、ゼリーの方、プリン、プリン、プリン、いいんじゃない、はい、あ、もう、マーシーさん打ってていいんじゃない、あ、大丈夫ですか、はい、木村さんが一人で頑張るって言ってるんで、マシーさん回しといてください、はい、もし手届くようだったらアキナのラウンドを消化しといてもらっていいですか、はい、はい、そう、めちゃめちゃめちゃ当たる、そうですね、あ、今ちょうど頭が被らずにいい感じなんで、これどうしたんですか、お皿に入れるんですか、あ、もうなんか上から締めにドバドバって入れたり、はい、あ、そうなんでいいんですか、はい、じゃあもうそこまで攻めたらチン戦でよかったですよねえいやねえ言うなんてやったんあなたです、いやいや食べやすくしようかなと思って、作品ね、ちゃんとしないとね、はい、食べやすくするのは締めだけでいい、 いや視聴者様のね、お声は、あ、なるほど、出たい、視聴者、視聴者様という名前を出されたらもう何も言えないですはい、まいまい優しいなーってね、まいまいだ、プリンってやってますよね、ちょっと量多いけどね、いや、どっぷり、今どっぷり入れろって言われたんで、はい、はい、はんはん、はんはん、カメラに向かって見せてもらってもいいですか、見た目はでも普通ですよ、茶碗蒸しみたいな、茶碗蒸し茶碗蒸し、秋の味覚茶碗蒸しみたいな、ね、あ、いいですね、そうかも、はい、はい、もう顔が引きつってますけどね、大丈夫でしょうか、はい、あのね、まいまい、この茶碗蒸しみたい言うて、はい、秋の味覚言うたじゃないですか、はい、あのそうかもって言うたのがめちゃめちゃ腹立つめちゃめちゃ腹立つわけねえよみたいないや、うまいこと言ったなと思って茶碗蒸し笑って、はい、まいまいおつってね言われてますけど、グロ注意、その飲み物何玉でもらえますかって言いますけどね、マイマイ本当主婦だな、木村マイマイに冷たいね、マイマイはいい嫁やでってやっ、ね、ちょっと待って、はい、はい、甘くせえな、甘くさい、秋の味覚が入った茶碗蒸し、あー、はい、デスプリンって食べたことないんですけど甘くさいんですね、甘くさい、なるほど、そうか、もう白状、しめじにのにかけてチンしたら、あー、なるほど、はい、あなたとは絶対仲良くなれないねあ、じゃあいい、あー、白そ、いただきます、はい、お願いします、あー、うまそう、秋ですね、はい、秋茶碗蒸し、あー、なるほどね食レポ、食レポ食レポ、あー、あー、やっぱ秋ですわ、やっぱり秋、はい、秋間違いない、あのね、まずあのしめじのねしめじのね、あのシャキシャキした感じね、シャキシャキしたやっぱあのレンジがね、まだ加熱不足なんですかねシャキシャキしたやつがやってきて、はい、その後にあのプリン甘いんですね、これプリン甘いです、はい、はい、甘いんで、で大丈夫かなと思ったんですけど、ここら辺でね、あのしっかりあの辛さがガッツンガッツンって、はい、ほんで、最初から最後まで通してくせえっていう秋ですね、秋ですね、秋ですね、素晴らしい食レポありがとうございます、ありがとうございます、なるほどっていい食レポだって、木村の顔がやばいってやるんですよ、あの撮りたい撮りたい撮りたい、ふむふむ、メモメモ、あー、なるほど、食レポうまいじゃん、なるほどね秋ですね、締め台詞秋ってこんなに便利な言葉やっけ間違いないですね、これね、一つやることで、はい、僕あのプライベートで絶対中村明菜打ちますから、ね、これで当たらんかった時ですよ、いやー、本当ね、今日引き結構いいですよね、はい、本当にね、もうハンドル握るのがちょっと怖いですもんね、そうですね、素晴らしいですけどね、はい、じゃあね、引き続き打っていただくということでね、はい、マーシーさんもね、当たったら次の美味しい食材、あの秋の味覚 ね、ありつけますんで、ぜひ頑張っていただければと思いますんで、はい、はい、今の言い方、稲川にちょっと似てたっていう、木村よかったって、ね、言われてますけどね、口の中パニック、はい、お口の中忙しいな、わらわら、ほんま残るんですよね、これ、あー、なるほど、レンジわらわら、そこらの芸人より面白いかもって、元芸人だからね、この人ね、元プロの芸人だからね、この人ね、本当にね、はい、いや、あのね、そんな関係なく、普通にありがままを言ったら、ああ、なります、ああ、そうですか、はい、気をつけてください、はい、ありつけるって言い方やめろってね、マーシーなんか面白いこと言って、口の中パニック、打つのか。松浦さん見本見せて絶対やだよね、まいまいさん次のやつ作っておいて、ね、言われてます、後で見直して自画自賛するんだろう木村って言われてますけどね、どうですかね、はい、ほんまにそういうのやめてください、あー、なるほど、普通に質問なんですけど、オレンジ色がキコーナの色なんですかということで、キコーナのまあイメージカラーオレンジ色ですかね、あ、はい、いいこと言いましたね、はい、はい、そうなんです、秋っぽい、
はい、秋っぽい色っちゃ秋っぽい色ですけどね、はい、あれなんか色に、意味っていうか、はい、あるんですか。まあ意味というかね、はい、まあ、皆さんはご存じないかもしれないですけど、はい、我々のね、はい、社訓で街の明かり心の明かりっていう、ね、なるほど、はい、でまあ電気でゴーゴーと照らして、はい、まあ、街の明かりとかになるんじゃなくて、はい、まあ、ろうそくの炎のように、なるほど、まあ、皆様が寄ってきていただけるようなあったかいような、なるほど、優しいような、なるほど、そういう色をイメージしたのがオレンジなんですね。なるほど、はい、あー、なるほど、ということでオレンジ色がイメージカラーということでね、はい、はい、そうなんですよ。あー、これ保留とか言いながら保留が激アツですけどね、これね、赤い色はね、はい、炎の色なんで私あんまり好きじゃないんで、ね、なるほど、はい、オレンジが一応ね一番大好き、オレンジがね一番ね好き、はい、中森来たね、はい、出ますけど、はい、出ます、いただき、赤いねってことでね、さすが剣士の効果、木村グッバイって当たりってやりますけど、どうする、じゃあ次どうしようか、俺作ろうか、なんかじゃあ何いく16ラウンドオツってね、やってます、研修効果ってやってますけどね。あ、まあ研修もそうなんですけど、はい、やっぱね、うちね、そういうのが多いんですよ、はい、そういうのが多い、はい、いい考えとか、はい、まあいい、まあ社訓もそうなんですけれども、はい、いい言葉がね、人生を変えてくれるような、なるほどなるほど、そういうのが多いので、はい、ぜひね、アルバイトで入ってきていただけたら、なるほど、全部わかりますんで、なるほど、はい、わかりました。マイマイちょっと行けますか、マイマイさん、はい、これをチンしてきていただいてもよろしいですか。あ、はい、はい、熱々で、はい、あ、うるさい、すいません、え、ちょ待って、さつまいも生やったんすか。いや、生じゃないですよ、それは焼き芋なんで大丈夫なんで、あ、はい、はい、もうそれはね、リアクション芸人としてね、いや、リアクション芸人じゃない、え、あ、違うリアクション芸人、今ちょっと飲み込みかけましたけど、違いますから、え、リアクションを取らされてるんです。そう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 、一般人がリアクションを取らされてるんですよね。あ、そうですか、はい、もう熱々で、熱々、もう純粋にね、熱々感を皆様に楽しんでいただく感じでいきたいと思いますんで、あ、16、いやー、素晴らしいですね、秋菜やばいね、本当にね、めちゃくちゃ来るね、3箱目ですかね、マシも頑張ってってね、言われてますけどね、はい、はい、次決める前に当たるとかってね、言われてますけどね、素晴らしい、綺麗な赤色ってね、言われてますね、視聴性が輝いてるね、研修効果16おめでとうってね、木村グッバーイって言われてますけどね、木村引きすげーってね、言われてますね、わこわこーってイエーイって、マッシュも頑張って、本気で2時まで木村は生きていないと思うってね、言われてますけどね、熱々で、え、ちょ、今何時ですか。今1時3分です。いやいやダブル成功で16ラウンドおめでとう、松浦16だぞ16だぞ、来た、バロン芸人でしょ、木村も外部業者の芸人枠でしょって言われてますけどね、木村引きすげえ、木村リアクションの殿堂に出てみる、16だから上乗せだよねダチョウ師匠の熱々ネタ行くのということで、そうですね、熱々ネタね、やりやすいやつ本日お持ちしてますんで、それね、言っていただこうかなと思いますんで、はい、やっと前半が終わったばかりかってやってますけどね、どうでしょうかね。いや、このね、胃がね、そわそわしてるんです、はい、さっき、あー、胃がそわそわしてる、そわそわあー、なるほど、あー、秋菜こんなに出るの見たことないんだけど、こんだけ出るなら打ってみようかなーっていう方ね、いらっしゃいますね、はい、いやー、本当に、まあ、確かに引き今日すごいね、本当にね、ほんでアタッカーもね、はい、右打ちで一番球速くなるじゃないですか、はい、ほんで右上にあるんで、はい、めっちゃ速いんですよ、そうなんですよ、アタッカーね、本当に、はい、上のね、ところについてて、もうほぼほぼ全部入っちゃうみたいな、ね、感じですね、これね、ノーストレスやと思います。そうですね、はい、まあ、第一さんはこの辺がうまいというか面白い機種作りますよね。あ、そうですね、はい、はい、木村って貴重な所属の芸人でしょ、わらわらドラちゃん、まだマーシーめっちゃ余裕やなってことでね、北斗も頑張っていただければというところですがね、はい、最初ね3連したんですが、そこから一応今止まっちゃってる状態ですかね。ジボ当たらねーってやりますね。松浦さん座ったな。ゼロアタッカーも優秀。あ、サミーのね、ゼロアタッカー、これジボも、いわゆるダブルアタッカー仕様で、上が開いて閉じたら下が開いてみたいなね、はい、でその交互でどん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 球拾ってすごい高速消化していくという感じですけどね、男気ループシステムなんで、当てようと思ったら味覚用意しないとダメだよ。そうですね、アキナノーストレス、木村めっちゃストレス間違いないですね。また保留、赤、あーくそー、赤保留やめてくれー、あー木村相当美味しいぞ、上乗せ赤いねーって言ってますけどね、パチンコで上乗せはなしでしょ、はい、あーってきましたね、木村相当美味しいぞ、赤保留来たな、また当てるのかって言ってますけどね、あー、どうでしょうかね、これ文字ピンク、これ
ですかね。ピンクです。ピンク文字、紫、ピンクですかね。あ、こういう時って当たるよね。あ、紫、あ、ちょっと待って、残り1枚。いやでも大丈夫でしょ、赤い言うても。赤い、赤い、赤い保留の木村って歌われてますけどね。木村赤保留弾くのうまいなって言ってますからね。でも保留で当たるんだったら何かしら演出あるはずでしょ。そうですね。さあ来い。お、マジで。よしよし、マジでセーフ、セーフ、セーフ。あ、そうですか。じゃあさっきの1回いきますか。あるんですね、はい、でもあるんですね。でもあるんです、はい、残念ながら、はい、あります。いただきますよ、はい、マーシーさん引き続きじゃあ頑張って、はい、北斗回しといていただいて、はい、はい、もうね、これ王道です。王道、わかりますか意味。ちょっと待ってね。何ですか。いや、こういうのはね、大概ね、はい、モテるぐらいの暑さにはなってるはずなんです。はい、モテへん。マイマイね、マイマイね、ほんとね、あのシャレとか通じないんで、あのガチで、ガチでやれっていう。やけどするとか演技とか知らんっていう、ガチでやれっていうね。はい、俺もね一応ね、まあどうですかね、空気読んでねっていう風に普段からは言ってるんですけどね。いやー、いいですね、マイマイね、空気読めてて、はい。マイマイ鬼やんって言ってますけど、モテない。ポキって、ポキって折って、ポキって折って食べていい、はい。熱い。熱い、いける、いただきます。危なかったら、あの、のに、のにで、のにで冷やしていいよ。熱い、熱い、熱い。あーあー、飲み物が、飲み物、のに、のに、のに、飲み物がこれ以外あればのに、のにで冷やしていいよ。これ、これ何なんですか。それゼリーですね。こ、固形、はい、固形、固形、のに、のに、のにしかないもんだって、飲み物。あ、くっせ。あー、食レポね、飲んだ。食レポどうですか、激アツ焼き芋。いやー、これね、はい、飲み物、飲み物。あー、ここがね、今来てる、今熱いし、はい、後でのフォローのこの飲みジュースが、はい、くせ。飲み芸人、はい、飲み物うまい、飴し、くせ。お芋、お芋、お芋甘い、お芋甘い、甘いすごく、甘い、はい、でその後に、はい、ノニジュース飲まないといけなくなったから、あ、バロナだけに猫舌か、うん、あ、うまいこと言うね。そうですね、はい、秋だね、秋ですね、はい、あ、秋ですね。くっせーって地声だったね。言われてますけど、間違いない。くっせー、これ本当にくせー。あー、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。あ、これちょっとあの戻る前に、はい、ここにあるやつちょっとインプットしておいて、あ、なるほど、ちょっと準備しておこうかな。なるほど、なるほど、心の準備をね。なるほど、はい、どうせまた当たるんでしょ、中森。そうですね、モンスターマシンが多分すぐ当たるんじゃないかなって感じですけどね、はい、はい、秋かっこ万能って言われてますけどね。はい、はー、素晴らしいね、ほんとね。いやー、ただちょっとね、ペース早すぎてね。はい、この胃の、わかります、さっき胃の通る道のところやったんですけど、はい、この底の部分、はい、底の部分がクラ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 ーしてるんですよね、なんか。ちょっとね、落ち着かしてほしい。あー、ちょっと落ち着かしてほしい。なるほど、はい。大丈夫ですかね。そうですね、何でも食べるから落ち着かせてほしいから。なるほど、なるほど、っていう感じですね。なるほど、はい、さあ行きましょうか。ああ、何飲んで連チャンするなら飲むわっていう方もね、いらっしゃいますけどね。あ、それで連チャンするぐらいならね。ああ、ただ臭いですよ。びっくりするぐらい臭いよ、ただ臭い。これ本当に腐ってないって本気で疑うレベルの臭さですからね。あのね、酸っぱ臭い、酸っぱ臭い、あ、そうですね、めちゃくちゃまずいですけどね。どうですかね。あかんわ、もうもう怖すぎる。パチンコはこんな怖いとは思わんかった。事故何回転って言われますけどね。データランプ上157回転になってますかね、はい、はい。あ、今ごめん、もう一個ある。ちょっと待ってくださいね、今オカルト店長ね、来ていただきました。少々お待ちいただけますか。すいません、これ、あ、店長、これ地獄ですよ、気をつけてください。さっきからね、このあのアキナの役物がね、ちょいちょい動くだけでも怖いですからね、これ。はい、どうもオカルト店長、お疲れ様でーす。はい、あ、ここね、映って、ここ入ってますんで、聞こえますか。あれ、ちょっと待って、ね、
はい、すいません。あ、大変失礼しました。どうもオカルト店長、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ということでね、今本日は、大当たりのために秋の味覚を食べられる配信ということで、バロン木村さんと、東大阪の新キャラマーシーさんがね、北斗ジボと、中森明菜、アツナエディション、99.9 分の1ね、打ってる状態なんですけど、明菜がね、もう暴れて暴れて大当たり連発しまくってですね。いや、なんか上で、はい、あの軽くなんかカメラちょこちょこ見てたんですけど、はい、なんか彼がなんかやたらここら辺に立ってるの見てたんですけど、そうですね。あの秋の味覚ゾーンにね、はい、そっちに、ね、いやいやいや、秋の味覚ゾーンで、あの非常にね、美味しく秋の味覚を食べていただいて、食レポをねしていただいているような状況なんですけども。あ、そうなんだ。今、はい、進捗はどんな感じなんですか。進捗、いや、もう秋の味覚何食で食レポした。ちょっと単が絡んでうまく喋れない。4、5回ぐらいじゃないですか。4、5回、はい、なんでその回数分クセは言ってます。そうですね、はい、はい、そんな感じになってますけどね。オカルト店長来たらもっとやばいことになるよって、ね、言われてますけどね。店長駆けつけいっぱい、あれオカルト店長来たのって、オカルト店長こんばんみって、ね、言われてますけどね。あ、こんばんは、はい、どうもこんばんはって形ですね。オカルト店長、店長明日もケツパニックになるなって、ね、言われてますけどね。オカルト店長のぶっ飛び発言大好きですって言われてますね。オツです、オツです。緑保留も控えてますよ。あ、緑保留来てたの。いや、外れましたけど、ね、失礼した。あ、なるほど、ちゃんと外れました。危なかったですね。緑おるじゃん、木村ニヤニヤってやりますけどね。全部コメント読めやかす、もうそんな怒らなくていいからね。緑ちゃん待ちって。この間昔の水曜放送を YouTube で見てたら、オカルト店長が放送禁止用語言ってたわら、ほら、なんですかね、放送禁止用語。なんか言わせて、僕、まあ、しょっちゅう言ってるんで、はい、どれの話かよくわかんないですけどね。アッキーの味覚ラッシュ中の木村ってのやってますよね。はい、汚ねえよクズが。何の話ですかね。木村さんしかあ、くせえって言ってない。そうですね。ということでね、あ、来た来たぞ。これでも熱そう。いけ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 。あー、なんセーフ。なんやねん。 あ、でも緑オーラ。はい、マジでマジで弱なんですね。当たったらダメみたいな。いや、なんか俺ルールよく分かってないですけど、当たったらあのご褒美として秋の味覚が食べられるっていうね、はい、そうそう、はい、いや、ルール分かってるの君だけじゃないの、木村さん。そう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 、いや、当たったらあの秋の味覚、はい、ただちょっと全部くせえ、ご褒美にね食べられるっていう、ね、ちょっとあの僕もちょっとあのルール履き違えて嫌になってきます、ね、はい、っていう感じですけどね。どうですか木村さん、実に3週ぶりぐらいの、はい、ね、復帰ですけど。そうなんですよ。彼の仕事ぶりはどうですかね。いや、もう木村さん今日はね、もう頑張っていただいて、素晴らしい食レポをね。あ、本当ですか。はい、あのしていただいてね、熱々、熱々焼き芋とか、あの何、しめじデスプリンとか、あと何だっけ、いろいろね。キノコっすか。キノコ、ね、1個めっちゃでっかいのあるじゃないですか。そうそうそう、エリンギありますんでね。秋の味覚ですよ、エリンギですから、はいはい、あのきっちりあの女が半生で与えてきた。そうそうそう、はい、あの女がね、あの女が、はい、いや、旦那さん怒らないですかね、あれね。どうなんですか ね、 ね、旦那さん台所めちゃくちゃ臭いでしょ。旦那さんの体調が気になるところですけどもね。大丈夫でしょうかね。マーシーの危機回避能力高いなということで。そうですね、はい、まあ、この辺はね、木村さんとはちょっとね違うところなのかなという感じですけどね。ちょっと僕もそろそろお腹空いてきたんで。おっと、食べたいんですけど。いやー、この新人ちょっとじゃあ代変わりますよ。代変わります、ね、残り20回転残り20回転なんで、はい、もうすぐもうまた同じ条件になりますんで。代変わる、代変わりましょう、はい、あ、そうですか。いや、普通にはいとかって言って、なんかじゃあ僕がアキラを。何この人。それでええの、マシーは。欲しがり、マシーはそれで欲しがりすぎるだろう。いや、でも残り18回やったら通常緑の保留だ。さあ緑保留来た。お前もか。いきなり緑保留来ました。ああ、いや、でも黄色やったらまだいける。どうですか、からから怖いな、木村が掘って当てに行った。これ1個前か、1個前か、1個前、1個前、この次スペードって。ああ、スペード。え、何木村わらわらって。いや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 、秋が襲ってくる。はい、くせえねと、なるほど、くせえとなるほどねしか言ってない。そうですね、はい、次は緑は次やでね、これジボ当てそうだなってやってますけどね。あうあう、マーシー欲しがりやって、マーシー面白いって、絶対北斗が当たるってやりますよね。あ、これやばいじゃない。これやばいですね。やばいじゃない、これ。時来たよ、いきなり。いや、大丈夫。頭が若干被ってるんで。あ、そうですね、はい。
はい、赤さっき読み来た、ね、マーシーもって、ね、言われてますけどね、どうですかね、はいはい、いやーこれアキナすごいですね本当にね、緑先輩チーズって言われてますけど ね、 ね、3度目の正直に緑当たるかなって言われてますけどね、クセクセうるせえ緑先輩クセしか言ってないオカルト店長よりキムキムがご出世するとかありえますかねって言いますかね、これはどうなんですかね、あーうわぁなんだこの役者、あーマシーさん、ね、交代したのがあれですねこれ素晴らしいですね、鉄人回しって言われてますけど、ね、すげーなあっさり完走ですね、15ラウンドってことでおめでとうございます。あー北斗は残念ながら外れですかね、いやーやっぱねちょっとあと一つ引きが足りなかったです、ね、あー残念、なんじゃこの役物はってことね、そうですね、すげーな出ましたね、スーパー歌姫ボーナスということで、おーこれ 16？ はい16です、はい、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、秋の味覚当たったら、はい、ってことはこれ食わなダメってことですか、いや食わなダメじゃないですよ、ご褒美に秋の味覚を、はい、味わうことができるという企画になってまして、ラッキーなんですね、そう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 、大当たりのご褒美ですから、大当たりのご褒美、はい、じゃあ僕も行きましょうか、はい、どれオカルト店長、じゃあ秋の味覚ちょっと、あちょっと僕も見せてもらっていいですかね、はい、じゃあ作ってあげて、あチョイス、あ僕くっさはい、くっさオカルト店長がね、あーいっぱいあるんですね、おやべ、何ちょい、ちょっと待ってね、お何これ、あ戻ってきた、はいすいません、いやアッキーなすげえなこれ、なんでもマーシーさんね、はい、なんでもお腹減ったって言ってるんで、はい、食べ物、じゃあどれ、食べ物がいい、どれ何食べたい、何食べたい、 あの焼き芋さっき木村さんがね食べたんですけど、焼き芋味があんまりなかったって言ってたんで、焼き芋になんか味付けてあげたらいいんじゃないですか、何が好き、辛いの、辛いの何が好き、辛いのはくっさわさびが好きです、あ、わさびが好き、わさびが好き、あなるほど、わさびが好きってことは、はい、デスソースにした方がいいかな、そうですね、うん、わさびが好きっていう意見は全く無視してデスソースつけるわけですね、はい、このちゃんと人の話聞いてない感じ、お腹壊す可能性あるからね、はい、だから軽くにしとくから、はい、本日2回目のデスソース、さっきもねちょろっと食べたんですけど、オカルト店長この人ねあんまりリアクションやっぱり取るのがまだ新人さんなんでうまくないんで、あさっき食べたの、はい、あ食べた、はい、あじゃあわさびとデスソース乗る、あダブルに行きますか、はい、ダブルで行く、はい、ダブルで行っちゃう、ダブルで、ダブルで行っちゃう、はい、秋これはさすがやな、木村デスソース行ったって言ってないですね木村さんはね、はい、わさび好きでデスソースわらわら、何のも用意しとかん、あのデスプリンよりデスソースの方が辛いんですか、はい、そうですね、どっちも辛いんじゃないですか、マジですか、はい、いやちなみにこれ前誰でしたっけ、名前忘れたんですよ、あ当たりましたね、はい、アキナ取り入れしましたおめでとうございます、じゃあアキナすげえな、まあまあじゃあこれがダブルってことでいいやつ、ね、はい、はい、ダブルでね、じゃあわさびとこれ、はい、ミックスするから、はい、見えますかね、あのまだちょっと分かんないですけどね、コップちょっと受けていただいていいですか、だから歯磨き粉みたいなのは大丈夫ですかあ、アキナ回避しましたね、あ、ホリュレンじゃないじゃん、回避しました、セーフ、あ、残念になったんですね、はい、じゃあこちら用意できましたんで、なるほど、はい、見てください、この赤と緑のね、あ素晴らしいコントラストがね、ね、美しい、美しい色使いが日本の美しい四季を表現してますね、いや本当に風情がある料理ですよ、素晴らしいオカルト店長ね、素晴らしいですねこれ、センスが感じられる焼き芋料理ですけども、じゃあねマーシーさん、はい、はい、どうも、食レポなんでね、はい、感想をね、はい、感想を述べていただく感じでお願いいたします、いただきます、はいお願いします、匂いがすごい水大丈夫、水、あーおーあ何ああ、当たり、まあ、ST 中ですし、はい、そうです、じゃあそのじゃあその分をちょっと軽くね口に流してもらう、はい、ドリンク、ね、エリンギジュースで
辛いし甘いし酸っぱいし臭いです全部全部並べたでしょ、はい、そうなるでしょ、はい、いやさすがです、やっぱりねそこに行き着くんですね、やっぱりさっきお前も引いただろうがちょっと待って、はい、ちょっと待って木村が言うなってね言われてますけどね、はい、大丈夫、いろんなとこがちょっと機能麻痺してる感じ、大丈夫、大丈夫、なんなんこの格好今その格好突っ込むねこのタイミングで、あーということでね、大丈夫ですか、あ、大丈夫なんだ、すごいな、でもいやすごいですね、はい、雪上アローコンみたいですね、はい、素晴らしい、雪上アローコン覚えてます、雪上アローくんはあれ最近出られないですけど、ちょっとマイク入ってます、マーシーさん聞こえますか、あ、マイク抜けてるんじゃないですかね、ピン線が抜けてるかもしれないですね、ちょっと あ見ましょうか、あ、袋の中、あれだけ動いてなかったのにこの抜けるぐらいのリアクションね、これはい、ほんまにすごいです、どうでしょうか、あ、はい、あ、大丈夫です、ね、はい、すいません、はい、すいません、大変失礼しました、いや頑張りましたね、はい、いや素晴らしい、素晴らしいですね、はい、まあ、まあでも秋の味覚を堪能できましたか、そうですね、はい、そうですね、あ、じゃあよかったです、はい、で、木村さんは何食べたんですか、木村さんは、僕ですか、さんは僕はしめじデスプリンになるものを、しめじデスプリン、はい、はい、名前的にめっちゃなんか響き的には語呂的にはめっちゃいいんですよね、そうですね、はい、しめじデスプリン、全部臭い、全部臭い、全部臭い、間違いない、はい、臭いやつは全部臭い、あれなんか画面の、はい、なんか左隅らへんなんかバロンの頭らしきものあるんですけど、これバロンの頭がね、バロンあった、おったんすか、バロンね、今日2匹来てたんですよ、これ見えますかね、これね、それ、いや、これ無造作にね、はい、はい、寝てるんすかね、これそうですね、おねむちゃんみたいですけどね、バロンさんね、なぜか、唐揚げが休みの時だけ現れるやつですね、そうですね、は、はい、唐揚げいさんがね、はい、最近見てないですけどね、はい、あいつが休みの時は現れますので、はい、そうですね、はい、どうなんですかね、松浦も一口いこうか、赤と緑はコントラスト、対象色だからね、違うだらと、51分かって、デス芋わさびわらわらって言ってますけどね、はい、赤いキツネと緑のタヌキってね、それしかないから野にもいる、灰を飲め、ちょっと待って、野にしかないぞ、出玉なしはセーフってね言われてるんですけどね、どうですかね、まあまあまあ、出玉なしあり、まあ、決めるのは我々ですからね、我々、決めるのは我々、めっちゃ笑ってるけどね、そうですね、はい、キムキム髪伸びてきたね、お前も似たくせにめちゃくちゃってやってますけどね、木村人の弱みにつけ込む893みたいなやつや、これは編集やり直しですやめてやめて、それ、はい、それやめてくださいよ、はい、どうですかね、北斗当たらないなって、そろそろえげつないの作らない、十分えげつないよね、北斗の見せ場少なくない、そうですね、全部ひっくるめたやついきます、そうですね、え、今何時ですか、エンディング大丈夫ですか、1時24分ですね、今、あ、じゃあまだちょっと早い、はい、エンディングであれいきましょうか、あれ、はい、エンディングでオールスター行きましょう、オールスター、はい、全のせってやつですか、はい、おわ、全のせ行きましょう、あ、味が平気なら虫食べてほしいとかね、変化なし、北斗はいつ当たりますかねって、なかなか当たらないですね、耐えれないぐらいのえげつないの作ろうぜ、ん14の時からラリホラリアホ行ってて今16です、何の話ですかね、警察言えるやつ来いよ、何の話ですかね、全然よくわかんないですけどね、これは訓練された猫たちがやってます、絶対に真似をしないでください、間違いないですね、いや、そうですね、はい、子供は寝ろよ、わらわら、キムキム髪伸びてきたね、北斗早く当てて、はい、なんかコメントで喧嘩売られた、これはマーシーのせいだな、いやちょっと意味が分かんないですね喧嘩しないでね、テンポボタン早よ、オールスターは全のせい、いやーこれ来たら絶対当たる、いやー、アキナすごいね、マジで秋の味覚オールスター感謝祭、あ、感想ね、感想してます、はい、素晴らしい、アキナ続くなーということで、あーすごいですね、ビビりますね、また当てた、さあ味覚をご堪能くださいませ、はい、いやーちょっとじゃあまたオカルト店長なんか作ってあげてもらってもいいですか、今まだあと どんな感じがいってないのがね、たけのこの里とサンマ、ね、あ、じゃあ軽くさっきね、はい、多分ね実は結構多分しんね、はい、口の中多分痛いと思うんで、はい、スイーツ、じゃあスイーツたけのこの里ね、はい、まだ当ててないですね、これ、はい、秋の味覚バージョンね、
はい、なんだ、何が行われてるんだ、どんなえげつない商業が行われてるんですか。いや、俺と普通にタケノコの里をね、今4つ並べて、はいはいはい、はい、僕ね、パティシエを目指してたんで、はい、そうですね、ね、あ、なるほど、ちょっとね、ちょっとそこら辺こだわろうかなと思って。なるほどなるほど、パティシエでね、あー、マスタード取り出して、あー、なるほどね、こうデザイン性高いね、はい、素晴らしい料理が今作られようとしてるわけですね。タケノコで結界作ってますってやりますけどね、はい、マジかよ、キノコ中最低だ、ね、本名的なやつですか、大丈夫ですか。そうですね、どうなんですかね、アキナすごい、アキナそんなスーパー来るのか、ね、すごいですよね。北斗どのくらいハマってますかってこと、今ね、データカウンター上で209回転ハマってるような状態ですね、はい、店長優しいな、アキナすごい、マジック、タケノコの里とサンマを一緒に食べると、タケノコで結界作ってます、マジかよ、キノコ中最低だな。アキナ何連してるの、アキナ何連ですかね。ね、ちょっとあの今日の分の、あ、6回ですね、6連ですかね、はい、はい、6回で4箱出てますから、素晴らしい、あまでじですよこれ、はい、まだその設定生きてたんかってね、パティシエ目指してたっていう話ですけどね、はい、手品が始まりますか、レビオーサハマりすぎだけど、そろそろ欲しいところだね、北東ってこと。そうですね、いや、まあでも僕的には別に大丈夫ですからね。いや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 、やっぱ通常が一番面白いので、はい、通常見ていただけたらそれで満足です、ね、通常が一番面白い、はい、ああ、なるほど、面白いこと言う人ですね、この人ね、本当にね、はい、大当たり、あの、各自で引いてください。なるほど、はい、アキナ遠隔ヤンケーとか言う人もいますけどね、アキナわらわら、あー、素晴らしい、もう芸の細かいねはい、はい、なるほど、見えますかね、ま、皆さん、これでこれ真ん中がサンマ、あー、なるほど、こうね、赤い彩りを ね、フランス料理とかなんかね、はい、なんかあるでしょ、こんなんありますね、ソースをね、こう、こうなんか、お皿に乗ってるみたいな、ね、そうね、はい、まあ、フランス人が攻めてきたら何も言えないあ、はい、あー、そう、ある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 、こういうね、デザイン性のね、あ、デザイン、あ、これ傑作ですよ、これ素晴らしい。え、フランス行ったことあります、これ名前をつけてあげてもらいいですか、いいですか、この料理に。じゃあこの料理は、はい、じゃあじゃあマーシーのための気まぐれサラダということ。なるほど、マーシーのための気まぐれサラダ素晴らしい、ね、まあサラダ要素一切ないですけどねてかパティシエ目指してるのに、はい、サラダサラダスイーツじゃないんやサラダ要素一切ないけど、ね、なんで本領発揮しないんですかサラダわらわらわらって言われてますけど、ね、何の魔術だよサラダわらわらって言われてますけど、ね、はい、さあサラダに異常にみんな受けてますけど、ね、本当にパティシエ関係ねえだろうって言われてますけど、ね、はい、最後の晩餐ってやつ、これ、はい、これしかも、まあ、食いずれ僕の中では、はい、まあ、できればね、これ素手で食べてほしいことはしたくないんですけど、はい、できればなんかこんなん合うでしょ、ね、ありますね、まあ合うけどね、まあ犬みたいに食べたらいいんじゃないですかパティシエが推奨する食べ方じゃないでしょ、入ってない、あれ、ちょっと待ってね、犬食いて、いや彼すごいですよ、ああ聞こえますか、あれ入ってない、あ、それはマイクも逃げ始めましたから、マイクも逃げ始めましたねちょっと待ってくださいね、なんせくせえ息がかかりますからね、この後ちょっと待ってね、少々ね、ちょっと音声トラブル発生しました、少々お待ちください、すいません、じゃあその間に、あ、その間にどうします、中森当てときましょうか大丈夫ですか、ちょっと待ってね、まあ、北斗がね、ちょっとね、調子悪いんですよ、はい、すいません、はい、これでどうですか、あれ、なんで来ない、あ、お、大丈夫ですか、マイクがおかしい、はあはあはあ、あれ、おかしい、ちょっと待ってね、ハンドマイクありますか、マイマイ、いや、なんか忙しいですね、ちょっと申し訳ございません、ちょっとね、若干音声トラブル、マイク、あ、交換で、木村さん、はいはい、なんかあのマーシーのなんかパンツに早打ちって書いてるんだけど、店長、あのタイミングがめちゃめちゃ遅いんですよ突っ込むタイミングが遅いから、そうですね、はい、今さら、いや今気づいたんですけど、まあマーシーはあの早打ちですから、はいはい、早いわけですからね、はい、ああ、はい、大丈夫ですかね、はいはい、わ、来た、赤あーっと、北斗赤、
いや僕木村さんのためやったらめっちゃうまいもん作りますよ。なるほどなるほど。さあすいません大変お待たせしました。じゃあ、はい、マーシーさんね、今度ね音声トラブルをして申し訳ございません、はい、じゃあマイク復帰したということで店長のね、マーシーのための気まぐれサラダ、マーシーのキリンガラキリンガラ、マーシーのための気まぐれサラダ一口お願いいたします。はいはい、あかんが手は使ったらダメ、手は使っちゃダメ手は使っちゃダメやっぱりね、はい、一番美味しく食べる方法はね、はい、そのままの味を味わってほしいですから。どうやって食べるの？犬食い？犬食いです。犬食い。なるほど。はい。これが一番うまいです。ああそうですか。ちょっとニンニク。あニンニクいく。はい。いきます。いいね。はい。これ北斗もう来るよね。ちょっとカメラに向かって食べていただいていいですか？はい。はい。ああ。食レポ食レポ。ニンニクの風味がすごい秋感を、はいはい、あーエースしている、はい、リアルに一番臭いです。リアルに一番臭い、はい、めちゃくちゃ臭いけどね今ね、単純に臭いですね、はい、あの今頭の中でこれ1回やったのにもう1個食べなあかんのかなこれで2皿なのか、残り3つ今食べたので1品なのか、はい、でもここで食べといたら時間稼げるで、でもなるほど。あ、ちょっと待って、もういいよ。でも次メインディッシュ、はい、あ、来たんで。北斗が、はい。そうです、ね。ありがとうございます。おめでとうございます。あ、じゃあ、ありがとうございます。じゃあちょっとオカルト店長準備の方を。あ、わかりました。僕、はい、木村さん用っすよね。16ラウンドですよ。しかも16ラウンド。くそ逃げられへんかった。16ラウンド来ました。いやー、16です。あ、10ラウンド。いや、7で当たりましたよ。あ、左だから10。あ、はい、なるほど。なんかね、女の子おるじゃないですか、はい、マミヤか、マミヤがなんかバイクで追いかけられるやつあるじゃないですか、はい、あれそのまま当たっちゃいますよ。あ、チョコ当たり、はい、珍しいパターンですね。あ、はい、いや、これひでえな。さあ、じゃあマーシーさんは引き続きアキナお願いしてもいいですか、はい、マイク大丈夫ですかね。はい、はい、お願いいたします。あ、右でも10だよ。あ、10なんだ。16ラウンド確か 1% じゃなかったんですか。あ、そっか、北斗のあれ雨は 1% なんだよね、はい、激レアなんですよね。そうです、そうです、レインボーの図柄が16だったような気がしますね。あ、なるほど、一応成功で10って出てますから、ね、なるほど、ね、あ、店長ヘタレの木村にカツ入れるためにもっそいのもっそいの作ろうぜ、ものっそいの作ろうぜって言われますけどね。そうですね、僕も今彼のことを考えて、はい、そうですね、試行錯誤してますね。そうですね、今ね、なんか必死にね選んでますけどもね。店長、これ見てる人たちと一緒にならないように。え、ろくなやついませんから。いや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 、はい、みんなね店長にねこうすればいいんじゃないですかって、ね、言われてますけどね。ジボの赤は10、へそも電池も関係ないということで、そうですね、全部 1% なんですよね。7でも、はあはあ、レインボー図柄以外は、10ラウンドで、レインボー図柄が 1% で16ラウンドって感じですね。はい、そうですね、はい、トリさん、また当たりましたね。あー、素晴らしい来ましたね、引き強い。見事5回転で1回転あたりか、当たったってことで、保留連ですね。俺たちは木村がリアクション取るのためにいいのを考えてるんだよ、木村よかったなってね、1回転あたり木村よかったな、わらわら、木村やべえ。いや、木村さん今日引きすごいですね、本当にね。もうね、はい、好きにすればいい、好きにすればいい。ああ、なるほど。木村あんまり発言守り入ってると次当たった時に秋の味覚ものっそいの用意されるんじゃないオカルト店長がアキナ打ったらってね言われてますけどね。オカルト店長のやさぐれサラダ言われてますけどね。もうなんかそっちにメニューが出来上がってるじゃないですか。なるほど、サラダ要素がないっていうね、スイーツパティシエ目指してるって言いながらサラダ要素が全くないのはね面白かったですけどね。はい、アキナも上乗せ来たーって言われますけど、ね、アキナちゃん一緒に食べますか。あー、来たー、感想なんだ今日これ、やばくない引き、よし、すごいな。じゃあ行きましょう、はい、アキナも来てるしということでね、さすがにね。あ、オカルト店長何しめじめと見てるんですか。そうっすね、はい、まあこれでいいか。お、なんか出来上がった、出来ましたね。芸術家タイプなんでね、なんか素晴らしいのが多分また感性が、はい、ね、まあ、やっぱ人とは一線を画してる人なので。そうですね、はい、木村さんには、はい、ね、
僕の気持ちが一番伝わりやすいね、はい、可愛い部下なんで。なるほど、命名します。はい、ハートわさびこれをね、来てもらうと。それちょっと待って、どうやって食べるの？舐めるしかないじゃん。いや、この食べ方は、あれですよ、食べ方はそのね、食べ手のね、はい、腕の見せ所ですよ。なるほど、これをね、どう食すのか。なるほど。で、ね、君はね、はい、マーシー君はね、先ほどの続きしてくれた、はい、あー、なるほど。さっきのね、気まぐれサラダがまだたくさん残ってますね。あとわさび、わら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 って愛がこもってるフォーク使わせて、やっぱりこれが一番ベーシックやと思うんですよね、いろいろこう、ね、やっぱり、ね、いろいろ混ぜすぎたら混ぜすぎたで、なるほど ね, ねベーシックさっきの気まぐれとか何も関係ないじゃないですかわさびじゃないですか、ただの、はい、秋の味覚関係ねえだろう、秋ってなんだっけある意味で王道って言ってますけどね素晴らしいですね、はい、そんな愛などいらぬ、ね、まずじゃあ、はい、マーシーさんからね。マーシーさん、はい、どっち選ぶ、はい、気まぐれサラダ、これどっちと、こっちが梅ですね。梅、ああ梅ね、マスタードです。梅たけのこの里とマスタードたけのこの里、はいはい、何説明できるようになってるんですわけわからないでしょ。梅いきます、はい、梅、はい、梅で、あ、梅いく、あ、なるほどね、まあ、フルーティーで美味しいかもしれないけどね、はい、あ、ちゃんと、あ、塗りえらい、ちゃんと塗りたくって、はい、オレンジ、オレンジソースを、ね、分かってくれてますね、はい、オレンジソースをちゃんとまぶして、いただきます、はい、お願いします。一人残らず何言ってるんですか。梅は全く効いてこないです、ね、梅は効、いてこない、梅いらないよ、ね、効いてこない、梅の存在消えちゃってる、梅は存在、なるほどね、梅の存在消えてるよ ね, ね、厳しい意見ありがとうね、はい、ちょっとね、もっとやっぱり ねもうパティシエとしてね、修行するためにはこうやってね、食べた人のね、厳しい意見がパティシエを、そうです、本当のね、意見を知りたいんで、僕は修行になりますからね、はい、梅いらないんだわらわらわらってね、はい、言われてますけどね。さあ、じゃあ木村さんはそれをどう食すのかですね、ハートわさび、ハートわさびどう食すのか、そうなんですよね、はい、普通の料理でありえない、どう食べればいいこれをね、まあ、まず料理じゃないから、料理大喜利みたいなってくるね、これどうボケるみたいな感じですか。まあでも、はい、マイナスなイメージから入るからダメなんですよ。なるほど、うん、いや、まあこれを本来のこの料理、何言ってるんですかね、はい、食材の味を自ら楽しもうということで、はい、まあまあ新鮮ですから、新鮮、まあ、丸かじりがやっぱ一番じゃないですか。まあまあね、やっぱ野菜とかもそうでしょ。いや、それが一番って言いますよね。うん、はい、丸かじり、だから普通に はい、かじるがね一番うまい。そうですね、はい、かじればいいんじゃないかなと思うんですけど、ね、どういう風にかじりますかね。普通にこうやって、難しいですね、これかじり方がね。そうですね、そうですね、よし、はい、行きましょう、はい、うわー、あー、あー体で取っていったな、うまいことこれガリこれガリじゃないじゃないですか。何飲んだらサバの煮、とりあえず何サバの煮、よだれが止まらん、何って言われて、何あるよって、あ、それでもいいのも飲んじゃ飲んだ飲んだ飲んだ、あ、くせーくせーこれこれまだ打つ時間あるんですか。これはそうですね、もうちょっとありますかね。もう無理、ええでしょ、はい、のにしかないわら、もうええでしょ、はい、わさび発見、お残しは許しまへんで、いやいや、めっちゃ準備してるやん、薬味や、気合い入れてる、さすが木村やなのにしかない、はい、究極新鮮わさび木村ね、こんな無駄なわさびの使い方したら怒りますよほんま ね, ね、はい、あー、ということでね、はい、じゃあ引き続きどうしますか。アキナ、アキナ打ちますか。打ちますか。ね、まあ、まとね、軽く2個は残ってるんでね。そうですね、やっぱ僕が作ったやつはちゃんと食してほしいなと。いや、そうですね、気まぐれサラダね、まだあと2粒残ってますんでね。で、木村さんも引き続きね、はい、やっぱりこのハートをね、どこまでね、はい、今角を取ってくれましたけど、はい、今5分の1ぐらい消化してくれたんですよね5分の4のハートがまだ残ってるっていう、はい、20分あればジボあと5回いけるなってなるほど、いいでしょ、はい、恐ろしい秋ですね。秋ですかね。まあわさび、まあ一番秋っちゃ秋っぽい、ね、わさびはね、はい、秋の代名詞ですから。ただちょっと口の周りだけ拭いていいですか。はい、大丈夫です。すごく痛いんですよ、ね、そうですね、すごく痛い、はい、お水で流してきた方がいいんじゃないですかね。
あ、お水で流す時間いただけます？あ、大丈夫ですよ。あ、ほんまっすか？はい。あ、なるほど。まあ今打っとく、その間じゃ。マイマイが打って、当たったら木村さんに、木村さんにあ、バイバイ、はい、あ、赤で高いから、早い早い。いや、今、彼ね、ちょっとね、多分時間稼ごうと若干ね、あ、なるほど、違ったんだよね。いや、店長さすが、分かってらっしゃる。なるほど。はい。いや、それもあるんですけどね、絶対引くからね、あ、マイマイ必要ですからね。いやいやいや、はい。わさび、秋の代名詞、そろそろ秋のオールスター作ろうよ。せっかくのハート型なんだから、ハート型に一筆に舐め取ってほしかった。やめてますけど。ハート型。店長の愛受け止めてやれよ、木村。いや、あのね、はい、僕もね、外の方が美味しいかなと思ってやろうとしたんですよ。はい。思ったより新鮮や。思ったよりも。わさびが思ったより新鮮や。あー、なるほど。強烈だったんですね。いたってなって。あー、なるほどね。わ、怖えな、この SC5 回転。怖えな、これ。来ますからね。いや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 。この5回転であれでしょ、わさびが残ってるんですよ、まだまだね、いろ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 と残ってますけどね。あ、ほんでこの5回転こえーって言うて、はい、吐いた息が盤面跳ね返ってきてくせのにのにのに。よし、行こうか。さあ、どうしますかね。信じろ、自分を信じろ。まあ、最後はね、まあ、秋の味覚フルコースみたいな、ね、感じで全部乗せていただくとかはいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、食材ね、無駄にはできないですからね。そうですね。これ、4回で残しとこ、4回で残しとこ。あーっと、当たった、当たった、これ当たった。いや、まだ当たりいやー、すごいね。引き強いですね。はやっ、笑った。一回転、わら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 。もう、もう一発ツボだわ。もうとりあえず、あ の残ってるのに生き延びでいいよ、じゃあもういいですか。ああ、もうだって時間もないし。てか、のに生き延びでいいですよって言われて、いいですかって言うてるなんかね、はいもう、オカルト店長すいません、そこのコップ、透明なコップ、黒い液体が入ったコップ持ってもらっていいですか。あ、これですか。はい、それですね。いや、これでも十分罰ですからね。そうですね、ね、いや、匂いの元凶それでしょ。見えますかね、これね。これ、もう、これ、もうそのまま座っていただいたままでね。いや、くっさ。いや、なんで罰ゲームが加速するんですか。一回あたりの時間が短くなってるじゃないですか。そう、行っていただく感じで。あ、ほんで、この堀怖いな。この保留怖いな、ほんで。はい、いただきます。はい、お願いします。うわー、いった、うわー、いった、あー、あー、酸っぱい酸っぱい、臭い、あ、ほんで、怖いやべー、おあー、あー、セーフ。よしよし、こいつ強い、強い、あ、やばい、いい、ぐるぐるする、なんか避けろ、あ、避けた、赤のが。よし、そのまま倒れろ。打ちながらのにしよう。楽になれ、楽になれ赤文字チャンスタイム赤やったしな。あー、くそい、はい、よし、あー、あー、あー、からの、あー、あ、なんもないですね、これ。あー、マジか。最後、あー、怖えよー。おー、あー、やった、危ねえ。いや、木村さん抜けましたね。あ、そう。ちょっと北斗が抜けたところで赤保留が来ちゃいました。おっと、あっと、時短も多いんやで。そうそう、北斗ね、時短ありますからね。35回40回か合計で。いや、まあでも時短は大丈夫ですよ。北斗は時短で当たりますって言われてますけどね。秋の赤だった、外して喜ぶとかはあろうか、はい、秋の当たりそうじゃねってね、言われてますけどね。これは大そっちのけの面白バラエティ、ね、間違いないですねさあ、秋の赤保留だったらね、暑いですけどね。昨日春日の憂鬱で18連したぞーっていう方いらっしゃいますね。素晴らしいですね。あー、素晴らしいですね。あれも鶴見店ですか。どうですかね。ぜひね、まだ春日もありますんで、打ったことないという方は ね、来ていただいて鶴見で遊んでいただければと思いますけどもね。そうなんですよ、この売ってる島は外れましたね。もうアマデジのラインナップものすごいんですよね。いろんなめっちゃいいっすよ。バラエティーコーナーですけどもね、アマデジバラエティーということで、最新台から、懐かしの台までね。そうですね、はい、
最新だからニッチな題もね取り添えてますんで。そうですね、本当に本当の意味でバラエティあふれるバラエティコーナーになってますんで、ぜひね遊びに来ていただいて、はい、いろいろね お気に入りの台見つけていただければいいんじゃないかなと思います、ね、そうですね。信長あるんですよ、信長、信長の野望ね、燃えよ剣アリアとかね、二の陣、燃えよ剣3のね天手陣も最新台ですしね。そうなんですよ、あアリア、被弾のアリアの天手陣 U99 分の1も大人気、ね、そうですね、まあ、中森だけのとかも、まあ、言うまでもなくという感じですけどね、言うまでもないですね、はい、なってますんで。アキナ今何連ぐらいってことで、連チャン7連8連ぐらいですね。7か。ああそういえば結局大移動しなかったな。そうですね、いやそうですね、大移動許されるなら大移動したいけどね、はい、はい、終わったなーって言われますけどね。そうですね、とりあえず通常の大を打ちたいですね。なるほど、この時短が怖いね時短まだあるからね、はい、ケンシロより先にキムキムが倒れるところだったなって言われますね。まあなんとか、なんとか首1枚、はい、首の皮一枚で繋がったって感じですかね。はい、そうですね、僕はギリギリ視聴性見えてましたね。そうですね、はい、なんとか耐えたって感じで、ね、あと5回転、あと4回転こ、あ、そうか、両方そんなもんか。そうですね、あ、言うてこっちはもうあと6回転、秋の外れか、秋の当たりか、当たらんのかって言われてますね。じゃあこれ、もうこれ終わったら、じゃあキーインで終わりましょうか。終わりますか、通常に戻ったら。通常に戻ったらいいんじゃないですか、時間的に。そうですね、終わりましょう、はい、終わりましょう。この間2号線のクッソガラガラな気候の入って5分で出たわ。これどこの気候なんですかね、2号線雨がとかなんですかね。2号線、はい、遊びに行っていただければと思いますね。いつになったら水曜放送でまともに台打つのかな、打たんやろうなってことで、水曜日はね、絶対打つことはないと思いますね。山形県にもコーナー終わった。いやこれまともな放送、昔笑うセンスマンとか言ってましたよね。いや本当にね、誰得台しか打たない放送がね、はい、ありましたけどね。まだ一応ニーズのありそうな台今日は打ってるんで、ね、今日はね、はい、まあ、最新台で人気ある機種選抜してますんで、はい、そうですね、まだマシな方ですよね。まだ、いやだいぶマシな方やってます、はい、あまりは見たことない。オールスターしないの、オールスターなし。最近虹越え当たり前になってきたから今日は終わろうって、ね、オールスター楽しみなのにって言われてますけど、はい、どうしますか、なんか MVP でも決めて、じゃあ最後に一口やってもらえますか。とりあえずあの MVP 言うてもあれなんで、アンケート取ればいいんじゃないですか。あーもうちょっと待ってちょっと待って、とりあえずじゃあマーシーさん、オールスター作りましょう。はい、じゃあアンケートで、返事良すぎだろ。アンケートでどうします、はい、僕、はい、僕とマーシーさんの対決なんで、はい、僕とマーシーさん、はい、と松浦さん、はい、ね、で多分僕とマーシーさんのやつなんで、はい、なんていうのかな、こいつに罰受けてほしいなっていう方がなると思う、うん、はい、まあ、でも一応松浦さんも、そこは松浦さんもで、はあ、あそうですか、はい、ジャガーさんもお願いします。それは、はい、いやオカルト店長は、ね、オカルト店長は、いやオカルト店長は途中参加ですから。いやもうね、はい、まだ先は長いんでね。マイマイは、はい、そうですね、マイマイ。いや松浦さんここに来てなんか全容巻き込みに入る巻き込みに入りましたよ、ここに来て。マイマイは、いやいや、そんなアンケートなんで、はい、できるやつじゃないんで、はい、松浦さんに決まることはほぼないです。じゃあ一応入れといていい、一応入れときます。マイマイとオカルト店長も一応入れといていいこれ増やしたところで自分になったらちょっと笑いもんですけどね。一応ね、若干逃げれる可能性があるわけじゃん、そうすると、はい、はい、まあ、松浦さんはないですよ、絶対。それはあるんだって。それはないです。アンケートにしたら来るんだ、ね、被害とこ、被害妄想来るじゃ ん絶対俺んとこ。マジな、作りましょう作りましょう。おかしいよ、アンケートとかしないでいいじゃん。いやちなみに、あ、それはあれですか、視聴者の方の声はもういらない、我々は一切視聴者の声は聞かないで、そういうことですかそれはむかつくわこいつ、ほんとそれはもうじゃあしゃあないです木村がやればいいよってね言ってるんでね、こういうね、わかりますか、誰が一番悪い人ですかっていうアンケートにしますんで、罰ゲーム、はい、誰が一番最後にオールスタードリンク飲むのは誰ですか、誰が一番悪いですかっていうね、はい、はい、アンケートになってますんで。あ、それやったら僕ですよ。いや僕関係ない松浦さんとか、はい、マーシーさんとか巻き込もうとします。ああ、それはなんか溶けてる、はい、もう溶けてる溶けてる、はい、視聴者の声なら木村一択ってあります。まあ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 、それはあるでしょうね、はい、まあでも僕としては、はい、視聴者の皆さんは松浦さんが飲む姿を見てみたいかなそれもあるでしょうねと思って、それはちょっと、いや多分僕なんですよ、絶対僕なるんですよ、絶対そういうこういうのは。
木村に入れるから別に増やしていいよと、はい、いやこういうのもいやもうどんどん入れてください松浦往生際が悪いぞ、はい、ただ松浦さんも入れておきましょう、はい、上位2名ってなってますけどどうするんですかなんで1名だろう1名ですね上位1名でいきましょう、はい、1名、はい、わさび吸ったやつをノニに入れて飲んでくださいエンデック VS 機構な木村、まあ、あとあの判定をなんか揺るがすわけじゃないですけど、はい、僕とマーシーさんはもうあのほぼほぼ飲んでますから、はい、面白いリアクションは取れないかもしれないいつも松浦やからたまには違うのみたい、うん、松浦さんが情報戦で勝てばいいんやでアンケでも木村さん、うん、松浦さんが女性助けた話した回いや俺は木村に入れるぞわ濃いな蜜と濃いなこれ、はい、うわ濃いなこれちょっと待ってこれオールスターが楽しみなのにこうなってきたなよし鶴見店は頑張ってくれてるんでめちゃくちゃ頑張ってますねぜひ遊びに来てください本当昔は、誰得な台売ってたなってね本当ねかくっさ誰得な台しかやらなかったなんでそれ全部入れてるんですか、はい、やばいやばい木村誰になるかなじゃあいきますよ、はい、出題します誰が MVP ですかということで1位バロン木村2位マーシー3位ジャガー松浦4位オカルト店長5位マイマイということでバカどもが、はい、くそ、はい、やっさーさあこれねえちょっと待って実際にあの画像で見させてください何がいや、違うあの今選択肢がってことですあ選択肢、はい、あ焦った焦ったよかった選択肢1がバロン木村選択肢2がマーシー、ジャガー松浦オカルト店長マイマイということで投票パソコンからご覧いただいている方はぜひ投票の方ねお願いいたしますいや今の言い方ずるくなかったっすなんでなんで今のずるかったっす順位言うてるみたいでしたもんいやいや今日は木村かなってねこれ1だなってじゃあの今バカどもって言ったのはまだ違いますから言ったじゃん完全にあれははい、あれっすわあれはあれ逆にってこと意味が分かる逆にってこと逆にってなんだよどっちにしろ黒い部分見えたな1だなクソいや負けたくない、はい、もういいでしょもうお腹がもう木村は自分が食べると思ってないしもう取り付けないよこれ1位高いです、はい、じゃあ行きましょう結果発表しますドンお願いお下からいきます。マーシー 0%、オカルト店長 7.8%、マイマイ 15.6%、ジャガー松浦 21.5%、バロン木村 55%! 美味しい美味しい素晴らしいかっこいいいやー俺アンケートで初めて食わずに済んだこれね自分で木村さんが押してるような感じですからねいやーこれは当然の結果くっそ 55%!やばいに偏った安倍総理でもなかなかですよ、はい、過半数取った本当にくそこれはないわ松浦昨日も頑張ったしね俺アホやキムキム喋りすぎなんだよ来たー、はい、マイマイ結構高いね俺もビビった意味わかんないね15%マイマイやれっていうねいたびっくりした、はい、アホやいやそれねバカどもと言われたからねそれはねそれはないよね視聴者さんに対してねいや、まあ別に間違えたこと言ってない開き直った、開き直ったなんかもうね、まあまあまあ、やればいいんでしょみたいな、ね、俺もよく思うよ、本当に時々思うよ、本当になんかしら復習しますからね復習怖なんかしら復習しますで、これ何入ってるんですか、これ、うん、いやもう全部っすよ、全部フルコース、はい、全部入ってますね、はい、オールスターオールスター、ノニとノニとデスソース、練り梅、もみじおろし、練りからし、コチュジャン、生わさび、デジカラ、デジウママヨネーズ、はい、あ、アガーマヨネーズですね。アガーマヨネーズ、アガーマヨネーズ、アラクレモン、なんかあのね、クローズ全然美味しそうじゃないのに、はい、あのよだれだけ出るんですよね。そうしかもなんかほんのり野菜の匂いするんですよ。野菜ないのに。なんでですかね。なるほど。いや僕もこの距離はなんかくしゃみでソースもなんか、いやー。でもしゃあないですね。これ飲んだらエンディングですね。はい。はい。じゃあ、ありがとうございます、皆さん。はい、選んでいただきまして、はい、復帰早々帰ってきたなという気持ちになりました。逆に味しないかもしれないよ。じゃあいただきます。はい。あー、お前、大丈夫か大丈夫飲めないだろう。あー、濃い濃い食レポ食レポ秋の味覚。よし、よし、最後締めろまずいまずいまずいわ、これ。あの、液体なってない固形固形でね。これはあのマーシーの仕業。これマーシーの仕業。あのなんかエンディングいきましょう。ほぼしんどい。そうやな。だ、はい、ねえ、ちょっとでっかい声が難しいっす。はい、ということでね、はい、お疲れ様でした。本日もね、わちゃわちゃ遊びましたけどもね。いや、秋菜やばいですね。なんで8連3箱4箱
いや、僕隣でもらったんで5箱5箱、はい、いやー素晴らしいね。 99.9 分の1で ST が60分の1でしたっけ、それぐらいでしたけどね、うん、8連してで北斗もねいいですね、やっぱり大人気なだけあるっていうか、まあ、分かりやすいし出玉感もあるしね、はい、素晴らしいなっていう感じですかね、やっぱりね、やっぱちょっと通常でハマっちゃいましたけど、はい、ST 入ったスピード感は半端ない、いやあの5回転のドキドキ感はねすごいさ、素晴らしいですけどね、はい、ぜひね君元気やね、はい、アキナ打ちたくなったな、アキナ打ちに行こうかなってね言われてますんで、ぜひね、はい、してください、はい、面白そうだなと思った方は、鶴見店ね、バラエティーコーナー、ユーパチバラエティーコーナーありますんで遊びに来ていただいてね、まあ、この他にもいろいろね面白いユーパチ、バラエティー、たくさんね揃ってますんで遊びに来ていただければなと思いますのでね、よろしくお願いいたします、お願いします、はい、ということで今週こんな感じでよろしいですか、そうですね、なんかね、はい、ただね、はい、なんか水曜日ってこんなんやったんかなと思って、おこれどん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 ハードル上がっていくなってことを考えると結構ね、はい、ブルーな気持ちになってきますねこれ、まあ確かにね水曜日はねちょっとね罰ゲームとかしてみんなでワイワイする曜日とかちょっと違うね、うん、他と違う雰囲気のあるねあの曜日だったんですけど、なんかねマーシーさんねサングラスの横、はい、僕横から目見えるんですよね、はい、目死んでますからねもう出たくないって言うんじゃないですか、あーなるほどね、ちょっと次回からちょっと優しいっていうかなんか安らぎのある安らぎのある読書とかします、あ読書え読書読書とか読書、はい、読書とかガーデニングとかそっち系でしょ、ガーデニング、うん、ちょっと一回台から離れてちょっと安離れすぎじゃないそれ大丈夫、オカルト店長がねデザートまた作るとかね、あガチガチで料理そこに行き着くんでしょ料理番組、なんか食材は全てエンデックスさんが用意してくれるみたいな調理番組調理番組、安らぎのあるデスソースでいいじゃん、はい、言われてますすぐですとか、ああ水曜日は罰ゲーより店員が好き勝手やるのが面白いんだよって、ね、言われてますけどね、まあ、あ、ほんますか、ありがとうございます、はい、そういう言葉をいただけるとね、そうですね、はい、今ちょっと危なかったです危ない危ない、いやね僕もね、はい、まあ、彼休んで2週間ね、はい、結構ねしんどい思いしてたんですけど、はい、ねなんかものすごい彼頑張ってるなと思いましたなるほどねやっぱ2週間分頑張りましたよ ね別の意味でもねガーデニング面白いけどなわらわらって言われてますけど、ね、水曜ならありだよね読書ありですかありなんだ、キコちゃんに安らぎ求めてないって言われてますか、はい、あなるほど、はい、あもうその一言でもう全部白紙ですそうですね、はい、ガーデニングとも、はい、バロンとりあえず飲んどけ、店長タガメ食べて、ね、またドミノするって言われますよ、あドミノいい、あドミノ覚えてる方いるんですね、そうですね、ヘビーユーザーですね、ドミノやりますか、いやドミノはね、はい、あれでもドンズベリしましたからまあそうですね、でも俺結構好きだったんですけどね、初期の初期のね、いやでもね僕はねぜひね、はい、昔やってた鶴見でリング打ちながら怖い話やったよ、ありましたね僕何気にね、あれが一番気に入ってるんですよ、はい、ありましたね、都市伝説とかね怖い話とか、ね、いろんななんとかの打ちながらなんとかの話をするシリーズね、そうなんですよ、ありましたけど、まあでも視聴者の方よりこっちの方が怖い空気にはなってましたけどね、うん、怖い話してる時、そうやね、はい、じゃあちょっと水曜日企画ちょっとあれですね、検討ですね、よくね、まあ前にまあ毎回ね、はい、その日に当日に決まるんで、そう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 、どっちでやるかも松浦さんも知らないんでね、毎回そうなんですよ、これ開始本当に数時間前まで東大阪行っていいのか鶴見に行っていいのかすらわからない、そうなの、電話かかってきて、はい、今日どっちですかみたいな感じで、そうなんですよ、ですからね、そうなんですよ、まあ来月も来週も未定ということで、はい、来週も未定ということでね、未定ですね、なるほど、決まってないということでね、そうですね、はい、わかりました、お送りしていきますんでね、ぜひね、マーシーさんもね、またぜひよかったら出ていただいてということでね、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで今週こんな感じでよろしいですか、そうですね、はい、はい、ということでじゃあ今週こんな感じでお送りさせていただきました、キコーナーチャンネル水曜鶴見&東大阪店自由すぎる配信、今週はキコーナー鶴見店の方からお送りさせていただきました、来週は未定となっておりますけどもね、ぜひね、またね、水曜日、こういうひどい配信になってますんで、ぜひね遊びに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします、お願いします、はい、それではまた来週お会いしましょう、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、さよなら。寝れない、羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹、でかっ、はよねーや、喋るんだ、夢か、聞こうな。